Ecdysis is the moulting of the cuticle in many invertebrates. Since the cuticle of some kinds of animals typically forms a largely inelastic exoskeleton, it is shed during growth and a new larger covering is formed. The remnants of the old empty exoskeleton are called exuviae. Jesus Christ and the Virgin in rocks, painted by Leonardo da Vinci, is also casting off his skin, since he is not a human being. ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中のイエスは脱皮しています。なぜなら、岩窟の聖母の中のイエスは人間ではなかったからです。では、画面を見ながら説明します。ジョルジオ・ヴァサーリです。1511年生まれ、1574年没ということになっています。そのヴァサーリがこんな、絵画を残しています。向かって左側の裸の女性に注意してください。この裸の女性は右手にですね、直角定規とコンパスを持っています。つまり、フリーメイソンのシンボル、マークということになります。つまり、このような形で、ヴァサーリは自分がですね、フリーメイソンのメンバーであることを示しています。ミケランジェロがですね、ペーター像の中でイルミナティのメンバーであることを示していることを考え合わせるならですね、ミケランジェロとヴァサーリは仲間だったということになります。直角定規とコンパスですね。このような形で、自分の立場を明らかにした、イコールアンチローマンカトリックの姿勢を鮮明に打ち出したということになります。そして周りにいる人たちはですね、背中に奇妙なコブといいますか、ヒレがあります。注意深くご覧ください。ありますね。すなわち、このような形で周りにいる人たちはレプタリアンであることを示しています。で、同時にもう一人手前にいる人、この人も実は背中にヒレがあります。連続して考えてください。で、黒く塗りつぶしてあるといいますか、隠し手法になっていますから、やや見にくいんですけども、これ黒いヒレですね。すなわち、人間にはないヒレがあるということですね。で、ミケランジェロもですね、失意な礼拝堂の天井画にそれを書き残しています。これはノアと3人の息子の絵なんですけども、中央にいるこの男性に注意してください。同じ、全く同じ手法で、同じように描かれたヒレがここにあります。この男性の背中を見てください。立てて反転していますと、もう区別がつきませんね。それから同時に筋肉の、描き方といいますか、ボコボコとした筋肉の描き方にも注意してください。これ同じ画家が描いたと言ってもですね、誰も疑わないと思います。注意深くご覧ください。ただ、ややね、形と言いますか、違いますけども、しかし、同じ画家の絵だということは、これでわかるわけです。すなわち、ジョルジオ・ヴァサーリとミケランジェロはこうしてつながっていくわけですけども、まだ同一人物だったということを言うためには、2つ3つハードルを超えなければなりません。ともかくも、このヴァサーリ、左側の右の絵とですね、それからミケランジェロが描いた左の絵とが一致しているということです。共にヒレがあります。で、さらにですね、このジョルジオ・ヴァサーリの絵の中には奇妙な点があります。この男性の足を見ていただきたいと思います。で、この何かしら薄い透明の衣をの、ズボンのようなものが入っているのが分かりますね。いわゆるストッキングのようなものが入っているわけです。しかし、よく見ると、輪郭線のところでぼやぼやしています。ここが重要です。注意深くご覧ください。で、同じような絵を実は、レオナルド・ダ・ヴィンチも描いています。Virgine in the Rocks ですね。岩窟の聖母です。このイエスを見ていただきたいと思います。ここで、イエスのですね、腹と、それから足を、注意してみてください。この腹ですね。やはり同じように透明な衣を着ているかのように見えます。マリアの手はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。そして足を見比べてみてください。何かしら皮膚が浮いたといいますか、皮を剥いだようになっていますね。で、このような形で、ダ・ヴィンチはイエスがですね、人間ではなかったということを示しています。で、それと同じ手法でヴァサーリも絵を描いているということですね。同じようというか、同じですね。で、爬虫類のですね、脱皮の写真を集めてみました。で、比較してみますと、同じだということです。
ここが重要なポイントですから、皆さん注意深くご覧ください。下が爬虫類の脱皮です。で、上がイエス、まあ、ダヴィンチの書いたイエスと、それからヴァザーリの書いた男性です。わかりますか、同じだということが。で、もう少し詳しく調べてみます。つまりこのような形で、まあ、今言いましたようにダヴィンチはイエスが人間ではなかったということを示しています。足を拡大していました。そして爬虫類の写真と見比べてみます。で、まあ、爬虫類のですね、脱皮の様子、白い皮となってめくれている様子がわかりますね。で、このポコポコというか、なんていうんですかね、この脱皮した様子ですね、その様子と、それからダヴィンチの描いたイエスの足の様子、それから腹の様子をですね、見比べてみてください。ちょっと見にくいかなって感じですけども、皮膚がめくれてますね。そして一番下足ですね、やはり同じように皮膚がめくれています。まあ、ダヴィンチはこのように、まあ、正確に描いたというよりも、これも写真技法を使って、まあ、描かれた絵ということになります。ダヴィンチ自身は、私が知っているダヴィンチ自身は絵を描いていません。で、右がヴァサーリです。左がダヴィンチですね。やはり同じ手法で描かれているということですね。こうして今度はヴァサーリとダヴィンチがつながっていきます。もう一度比べてください。ここがポイントです。ヴァサーリも同じように皮膚がめくれていてますか、浮き上がった足を描いています。ダヴィンチの描いたイエスの足もそうなっています。なあち、これらの人たちはですね、脱皮している自分の皮を剥いでいるということになります。注意深くご覧ください。右が爬虫類、左がジーザスクライストです、ということになってますね。本当は餌なんですけどもね。まあ、その説明もどこかでしました。これはイエスではありませんよ。餌なんですよ。で、脱皮の話を続けたいと思います。レオナルド・ダヴィンチの書いた岩窟の聖母です。で、この、まあ、いろいろ名前がありますけど、これは男性です。女性に見えるかもしれませんけど、男性です。その証拠が、システナ礼拝堂のこの人なんですね。この人の周りにはあと4人ほど書かれてますけど、みんなつっついてるものがついています。この人だけが隠れてるわけですけどね。比べてみてください。ですからこの人も右も男性だということになります。ミケランジェロが書いたシステナ礼拝堂の中の、まあ、男性像ということになります。そしてやや傾きが違いますから比べにくいんですけども、違いがないという点でこの両者は同じ人と見ます。で、まあ、この人はですね、背中にヒレがあります。注意深くご覧ください。で、このヒレとですね、先ほどのヴァザーリの描いた男性のヒレとまた一致するんですね。ここにヒレがありますね。で、すなわちミケランジェロはこのような形でこの人は男性でありレプタリアンであることを示しています。顔に騙されてはダメですよ皆さん、ね、事実性、はい、女性の顔に騙されてはダメですよ、はい。左がこれがダヴィンチの描いた岩窟の成分の中の人です。右がミケランジェロが描いた男性ですね。で、この人もやはり皮膚が浮いたようになっています。ぼやーっとしてるんですね。まあ、このような形で、まあ、皮膚がめくれるタイプの人であったことを示しています。その証拠にこの左上ですね、二重線になっていますね。すなわち皮膚がこのように、まあ、重なっているということを示しています。皮膚がめくれているところはですね、これはラファエルもそうなんですけども、輪郭線がはっきりとしています。ダヴィンチの絵もそうです。岩窟の聖母もそうです。まあ、すなわちこのぼやっとしたところは皮膚が、まあ、いわゆる、まあ、もう一枚あるということを示しているということになります。まあ、このような形で示して、そしてここでまたダヴィンチと、それから、まあ、ミケランジェロがつながるということですね。左がダヴィンチ、右がミケランジェロということになります。そして同じような表現で、方法でこのイエスの皮膚も描いてあるということですね。このイエスもそうなんですよ。輪郭線が下の方はぼやけてます。で、顔のめくれているところは輪郭線がはっきりとしています。まあ、このような形で、まあ、皮膚がですね、まあ、めくれるタイプの人間であったということになります。脱皮するタイプの人間であったということになります。なあち、ダヴィンチの描いたイエスは人間ではないということになります。で、ルネッサンスの操り人形たちの話をします。で、私たち人間はですね、明らかに、まあ、完全にパーフェクトに騙されましたね。これがダヴィンチです。これがミケランジェロです。まあ、今年代表にしてみました。そして一番下がジオルジオ・ヴァサーリです。
で、ほぼ重なるんですね。この間、まあ、ラファエロが入りますし、まあ、いろんな画家が入ってくるわけですけども、シンノレリも入ってきます。それは後でまた説明します。で、このようにして、まあ、このちょうどこの1511年から1519年の間に3者が重なるということですけどもね、まあ、バサーリは、まあ、この頃子供でしたから影響を受けたということもないわけですね。で、もう一度画家の聖母に戻っていますけども、そしてバサーリの描いたこの絵と比べてみます。そして中央がミケランジェロです。まあ、ここではとりあえず三者を調べています。で、この先ほど言いましたように、左のこのイエスと右の男性は皮膚が同じであったと。そして中央のミケランジェロと、それから右のですね、バサーリの男性の背中にはヒレがあると。まあ、こういうふうにしてつながっていくわけですね。それぞれがまあ関連性を持っていますから、有機的につながっていくということです。中部からご覧ください。まあ、いわゆる左のダヴィンチの絵と右のバサーリの絵がつながり、そしてバサーリの絵と、それからミケランジェロの絵がこうしてつながっていくということはですね、まあ、誰かが誰かを、ね、盗作あるいはその真似て描いたということになりますけども、私は一人の画家が描いたと思います。というのはですね、500年間も誰も気がつかなかったわけでしょ。バサーリだって気がつくはずがないんですよ。林浩司が気がつくまで誰もこうした事実に気がつかなかったんですよ。ですから、500年間誰も気がつかなかったことをですね、こうしてバサーリがしてた、ミケランジェロがしてたということはありえないわけです。すなわち、これらの画家はですね、その上でもう一人の、まあ、いわゆるジーザス・クライスト、アフター1500年に操られていたということになります。右が1500年後のイエスです。左が今から2000年前のイエスと林浩司は判断しています。で、結論ということになりますけれども、もう一人この、表って言いますか、年代表を見ていただきたいのがシニュレイです。それがダヴィンチです。全く同じ顔です。髭と鼻を除いて全く同じ顔です。すなわち一人二役の画家だったということ、すなわちダヴィンチは存在しなかったということになります。そしてミケランジェロ、それからラファエロと続きます。それから人間には描けなかった絵を描いたということで、このレンブラントも私は挙げました。それからブーグロー、それからコット、それからブラースといきます。まあ、これらも皆写真技術を使って描いたというふうに説明する人もいますけども、人間に描くのは不可能な絵を描いています。そしてミケランジェロと、それからブラース、一番右のブラースは同じ顔です。で、これらを操ってたのが1500年後、あるいは2000年後のイエスということになります。このイエスがですね、まあ、現在もいてですね、そしてこうした画家たちを操って人間との接触を保っていたということになります。そして、その左の中央がですね、これは2000年前のイエスで、その顔をもとにして、左のウェル 3D モデリングの原型ができて、そしてこの男の顔ができて、そして現在私たちが知っているミケランジェロの、まあ、いわゆる死んだ時の肖像画ができたということになります。この上の3枚はですね、左上の3枚は、これは捏造された、いわゆるまあダヴィンチの自画像ということになります。このダヴィンチとまあ、ブーローとやや顔が似ているところも気になります。で、先ほど言いましたように、シノレリとダヴィンチは全く同じ顔です。その証明もしました。そして、ミケランジェロと、それから一番右のブラースもですね、鼻の形と頭の陰たところを除いて、よく、まあ、ほとんど同じということですね。その中に今日、ジョルジオ・ヴァザーリが加わりました。これが今日の結論ということになります。まあ、ジョルジオ・ヴァザーリも大変怪しいということになりますね。これらの画家たちは皆、1500年後のイエス、あるいは2000年後のイエスに操られた操り人形画家で、あるいは芸術家であったということになります。これが林浩司の結論です。まあ、続くビデオ、どうかご覧になってください。Bye for now. Jesus Christ was resurrected in the Renaissance after he was crucified. But as a matter of fact, Jesus Christ who was crucified was a proxy of another Jesus Christ. Today's story is a bit complicated, and I, Hiroshi Hayashi, say here in this video that there were two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ, and another one is a proxy. The proxy one was crucified.For the real Jesus Christ on that day in the year. Then Jesus Christ was resurrected, or as a matter of fact, the real Jesus Christ came back to this human world in the Renaissance and utilized such human artists as Luca Signorelli, Verrocchio, Leonardo, and Michelangelo as his obedient servants. I don't know his purpose and reason why the real Jesus Christ did so.But there appeared Jesus Christ after 1500 years after the proxy was crucified on that day. This is the main flame of this video, and you will know these hidden secrets of the history
And it's my privilege that I, Hiroshi Hayashi, can show you another version of human history which has been warped since the beginning days of the human history. Here is its proof and evidence. Oh, I almost forgot to talk about Jesus Christ who was crucified for the real Jesus Christ on that day. Of course, the proxy of Jesus Christ, who was a human, was killed on that day and died on that day. Because he was just a human, like other proxy, such as Signorelli, Verrocchio, Leonardo, Michelangelo, and some other artists and important men in the history. You can read this fact with me in this video through the two paintings. One is the Battle of Angeli, and another one is the Battle of Cascina, both of which are said to have been created by human artists, Leonardo and Michelangelo, or puppet artists. Now is a time when we should know this message from Jesus Christ, as well as another hidden history of us, humans. Our history has been concocted not by gods, but by humans ourselves.イエスはルネサンスの時代に復活しましたが、実際には十字架にかけられ処刑されたイエスは替え玉でした。実はもう一人別のイエスなる神がいました。今日の話は少し複雑ですが、つまり二人のイエスがいたということです。一人は本物のイエスであり、もう一人は替え玉のイエスです。その替え玉のイエスの方が処刑されたということです。そしてその本物のイエスがあのルネッサンスという時代にこの地球に現れています。そして彼の従順なしもべとしてシノレッリ、ベロッキオ、ダヴィンチ、ミケランジェロといった人間たちを利用しました。その目的と理由は今のところペンディングにしておきます。これがこの動画の講師ですが、私林浩司はこの動画の中で証拠を添えて人間のもう一つの隠された歴史について話します。私たちが知っている人間の歴史は神々というより人間自身によって捏造されていたということです。つまりルネサンスについて言えば、シノレッリ、ベロッキオ、ダヴィンチ、ミケランジェロなどの画家たちは本物のイエスの手下、つまり替え玉だったということです。私はこれらの事実を2枚の絵画、つまり1枚はダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦い、それにもう1枚はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いを中心にここで説明します。つまり彼らの作品はどれも本物のイエス、つまり1500年後のイエスによって作られていたということです。そしてそれらのメッセージがこの絵の中に織り込まれていました。あ、そうそう、言い忘れるところでしたが、ではあの時処刑された替え玉のイエスはどうなったかですね。もちろんその替え玉のイエスは死にました。一人の人間だったからです。広島市ハーモマセリージャパン。では画面を見ながら説明します。上はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。そして下は、ダヴィンチが描いたとされる、アンギャリの戦いの絵です。共に壁画の下絵として描かれたものです。また同時にこれらの絵はですね、壁画として描かれる予定のものだったようです。でこの構造を見てみますとですね、下をやや横伸ばししてみましたけども同じだということですね。でさらに上の絵にはですね、775027という数字が隠し込まれていました。すなわちイエス復活聖書という意味だそうです。で下がですね、例えば一つの例ですけども、ここに竜が書き込まれています。まあ、この中には十数個の隠し絵が描かれています。そして下にはですね、イエスが倒れて頭から血を流している様が表現されています。まあ、このように共に隠し絵であるということですね。そこでこれら人物に注意してみます。上は何度も説明しましたが、上は、まあ、赤丸で囲んだのはですね、イエスということになります。で、この7502という数字に注意していただきたいんですけども、この絵はですね、ミケランジェロが描いたんですけども、またダヴィンチが生きているときに描かれたものです。となりますと、ダヴィンチはですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっていますけども、その死亡日もあらかじめ予定されていたといいますか、捏造された死亡日であることがそれでわかります。なあち、イエスは復活した、ということになるわけですね、聖書によってというふうに、まあ、理解できるわけです。
そして775027から数字を取ってダヴィンチは死亡、自分の死亡日と、まあ、したわけですね。まあ、あらかじめ自分の死亡日を決めていたということは、彼の死亡日は捏造されたものであることがわかります。繰り返しになりますけど、ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。すなわち、今下の左に、まあ、皆さんにお見せしているのがレオナルド・ダヴィンチの今から2000年前の姿ということになります。それはあの顔の称号でわかります。それも後で説明いたします。で、繰り返しになりますけど、775027というのは、まあ、そういった意味を持つ数字であったということになります。それで、まあ、その数字に合わせてですね、67歳の5月2日に、まあ、ダヴィンチは死んだということになるわけですね。1519年の67歳の5月2日という数字を、まあ、彼は選んだものと林浩司は考えています。メイというのは5番目の月という意味ですからね、5月ということになるわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、隠し文字を隠して、そして、まあ、私たちにメッセージを残したということになります。で、一方、ダヴィンチが書いたとされるアンギアリの戦い、その中の一つの例をこれから皆さんにお見せしますけども、この下に倒れている人がいますね。で、ここにこの人に注意してください。これを反転しますと、頭に降臨が書いてあるのが分かります。なあち、これも騙し絵の一つですね。降臨に、まあ、血に見せかけて降臨を書いたということになります。で、頭から血を流しているということになるわけですけども、これがまあ降臨波動になるわけですね。で、その証拠、これがまあイエスだという証拠にですね、この人の左手の甲を見ていただきたいんですけども、聖痕が描かれています。なあち、この人はイエスだということになるわけですね。で、まあ、ダヴィンチの描いたとされる方の絵ではイエスは死んだということになってますし、それからミケランジェロの描いた絵の方ではイエスは復活したとなっているわけですね。すなわち2人のイエスがいたということになるわけです。まあ、いわゆる処刑されたイエスと、それから復活したイエスですね。復活ということはまた現れたということですね。まあ、聖痕をしっかりと皆さん確認しておいてください。まあ、このように全く正反対の絵を描いたように見えますけども、もともとこれらの絵は、1500年後のイエスによって描かれたものだというふうに判断すれば謎が解けるわけです。で、もう一度検証してみますけど、この人なんですね。で、足の皮をペロッと吐いてますね。そして頭には鼻冠をかぶっています。すなわちこれらのレプタリアンの群像の中で王であることを示します。そしてダヴィンチ自身が描き残したスケッチ画と比較しています。これは、まあ、レオナルド・ダヴィンチということになります。この両者は全く一致します。まあ、ポーズが同じだけではなくてね、他の部分も一致するということです。2つに割れた顎、頬ですね、頬骨の大きな頬骨、それから小さな耳、その耳の下に、まあ、コブがありますね。そういったところ全部あの共通するわけです。顔の称号の場合はですね、違うところがないという点で判断して同じと判断します。それは皆さんがご家庭で出てますかね、撮られている写真と同じように考えてください。で、耳の下の出てますか、そのコブが特徴ですね。そして尖った鼻、2つに割れた鼻先、鋭い目、細い眉毛というふうにして一致していくわけです。なおち左が、これはジーザスクライストとなるわけですね。この人の、まあ、左腕がですね、ミケランジェロの彫ったペーター像の右腕のコブと一致します。そのについてのビデオは後につなげておきます。それでアンギャリの戦いの方に今度は焦点を当ててみたいと思いますけども、この中には何人かの男の人の顔が描かれてますけど、全部同じモデルを使って描かれたものと林浩司は判断しています。比べてみてください。ややディフォルメ化して強調してありますけども、モデルは一人だということですね。先ほど言いましたように、違うところがないという点でこれは両者は同じと林浩司は判断しました。耳の下のコブとかね、鋭い目、それから平たい、まあ、大きな口で、てか尖った鼻などを皆さん順に見てください。なおちアンギャリの戦いの男たちは皆、いわゆる、まあ、自分、1500年イエスがですね、自分をモデルにして描いた絵だということになります。まあ、描いたというのは、まあ、今でいう、まあ、コンピューター技術を使っていたと林浩司は判断しています。繰り返しになりますけども、顔 の, いわゆる判断はですね、違うところがない
イコール同一人物と見ます。それは皆さん自身の写真でもそれが言えると思います。で、これがアンギアの戦いですけども、まあ、いろんな絵が隠されているわけですけども、もう一度この人も見ていただきたいんですけども、一見違ったように見えるんですね。ところが、細部の特徴は共通して表現されているということです。まあ、大きな口ですね。それから小さな小鼻、頬骨といったところで注意して見てください。すなわち、ここに描かれているのは全部、1500年後のイエスということになるわけですけども、この右の顔はですね、私は今から2000年前のキリスト教を立ち上げた時のイエスの顔だと判断しています。まあ、その証明もこの数日のうちにいたしました。そちらの動画をどうかご覧になってください。で、こうしてアンギアの戦いの中に描かれているこの男性ですね。これら皆、まあ、一人の人物ということになるわけです。このイエスだけはね、別の人物かもしれませんけども、まあ似ているということで取り上げてみました。この人もそうですね。で、上がダヴィンチ自身が経験したイエスの顔ということになります。その証明も、いたしましたので、この前後の動画をどうかご覧になってください。すなわち、これは全部一人の、まあ、人物、すなわち、イエスですね。ジーザス・クライストの顔をベースにして作られた顔だということになります。で、結論ということになりますので、まあ、結論を話しておきます。で、今言いましたように、アンギアの戦いの中のこの男性の顔はですね、もともとなってますか、右のですね、イエスの顔を元にして作られた、まあ、ディフォルメ化した顔だということになります。そしてその右がですね、これがミケランジェロの描いた、まあ、レプタリアの群像の中のキングということになるわけです。すなわち、イエス・キリストですね。で、この人の腕と、それからピエタ像のイエスの腕が、コブが一致します。いわゆる、まあ、コンセプトが同じだということです。すなわち、これは皆イエス・キリストということになるわけです。そして、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチという画家が活躍した。これもダヴィンチの作ですね。そしてミケランジェロ。理論が活躍したことになるわけですけども、まあ、作り方のコンセプトといいますかね、その底流に流れる思想がこうして一致していくわけです。すなわち、これは、まあ、2人の芸術家はですね、いわゆる替え玉だということになるわけです。で、もう一度それを説明します。で、年代中に考えていますけども、まあ、これがいわゆるキリスト教を立ち上げた当時のイエスの顔だというふうに林浩司は判断しています。そしてこれがベロッキの描いたセントジェロームですけども、一応セントルジェロームということなんです。下の絵もセントジェロームですけども、これら4社はですね、細部に至るまで同じ顔をしています。すなわちベロッキも、それからダヴィンチもと言われている画家が描いたことになってますけども、本当はそれらの画家が描いてませんけどね。そしてこうした作品を左下がミケランジェロ、右下がこれが聖外婦の顔です。それで、ミケランジェロの彫ったピエタ像のイエスと、それから聖外婦の顔は一致します。で、こういうふうに見ていきますと、まあ、これら、まあ、左からシノレリ、それからダヴィンチ、ミケランジェロ、それからラファエルたちのこうした画家たちをですね、要するに1500年後イエスの 手先として働いた、言わなれば操り人形であったということになります。で、実際に作品を作っていったのは、さらにその上にいたジーザス・クライストということになるわけですね。1500年後のジーザス・クライストということになります。で、これが、まあ、もう一度繰り返しになりますけども、左がアンギアリの戦いに何か書かれている男の絵です。中央が、まあ、2000年前のイエスの顔です、ね。右がレフタレの群像と私が呼んでいる、まあ、カシナの戦いの中の人物です。同じですね。ということは、みんなこれ、こういう形でつながっているということになりますね。となると、ミケランジェロとダヴィンチがですね、その都度、まあ、丁寧に話し合ってこういう絵を描いたかということは、まあ、ありえないわけですね。要するに、その上のもう一人、別の人物がこうした、まあ、作品を作っていたということになります。で、まとめますと、ミケランジェロ、それにダヴィンチですね。このダヴィンチの顔とシノレリの顔は鼻を除いて全く同じなんですよ。そしてこうした作品をミケランジェロは描いたと、作ったりした、描いたりしたと。それからダヴィンチはこうした絵を描いたと言いますけども、これらの、まあ、いわゆる、まあ、操り人形と言われている、まあ、言っている私が言ってるんですけどもね、画家たちはこうした作品を描いたり作ったりしたとは、ということはありえません。その上のもう一人別の、人物、すなわち、まあ、1500年後のイエスがですね、ルネッサンスに現れて、そしてこうした画家たちを手先に使って、そして、まあ、一応そうした画家たちが描いたように見せかけて、自分の思想なりを広めたということになります。で、これが、
カシナの戦いの絵です。下がアンギャリの戦いの絵です。まあ、このような形で、1500年後にイエスはですね、強烈な、あるいは鮮烈なメッセージを私たち人間に残したということになります。で、最後の、まあ、結論ということになりますけども、このシノレリの絵を見ていただくと分かりますように、右下にですね、1500年後のイエスがいます。そして中央に、処刑されたイエスがいます。この1枚だけでですね、イエスが替え玉であったことが分かります。で、右の人物は、ダヴィンチの顔と一致します。で、1500年後のイエスの顔と一致するわけですね。セントジェロームの顔とも一致します。ということで、これがその証拠でということになります。中央が替え玉、そして右が本物のイエスということになります。少し長いですけども、この謎は大変底が深いといいますかね。謎が深いですから、どうかよろしくご覧ください。バイ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the real image of Jesus himself, and I am sure you will see his real image at the end of this video. And moreover, very surprisingly, I have found that Luca Signorelli knew this fact I show you here in this video.And he painted several paintings which suggest that Leonardo or Jesus himself, and Jesus we say in the history, is not Jesus or a concocted image of Jesus, believe it or not. Here is my story about it with evidence. ダヴィンチは1500年後のイエスでした。で、そのことをミケランジェロと並んでもう一人の画家、ルカ・シノレッティも知っていました。そして、ルカ・シノレッティは、その事実を自分の描いた絵画の中に証拠として残しました。つまり、シノレッティの描いた絵の中には、得体の知れない老人が随所に現れます。人間とは違った骨格を持った、頭のはげた老人です。受胎告知の時も、イエスが幼児の時も、そしてイエスが処刑された後もです。どれも同じ老人です。なぜか、なぜか、なぜか。私はまずここに着目しました。そしてその老人がダヴィンチの書いたジェローム、聖ジェロームですね、と同じであることを私は発見しました。つまり、ルカ・シノレッティの書いた老人とダヴィンチの書いた老人は同じだったのです。その老人とダヴィンチ自身の顔は一致します。そのこともこのビデオの中で説明しますが、それだけではありません。ミケランジェロは私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵の中でダヴィンチの顔を正確に模写しています。頭には花冠をかぶっていますが、同時に自分の右足の皮膚をベローっと剥いでいる点に注意してください。それもこの動画の中でお見せしますが、ミケランジェロはこういう形でダヴィンチは人間ではなかったということを示しました。こうした事実を並べていくと、その向こうに巨大な謎が潜んでいるのがわかりますが、同時にそれがこの謎の答えということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスだったのです。そしてそのイエスは4世紀前後に、今度は聖ジェロームの姿でこの地球に現れます。カトリック教会では、ドクター・オブ・チャーチ、いわゆる偉大な聖人と呼び、毎年その命日を追悼しています。三大聖人の中の一人です。ダヴィンチの書いた老人というのは、この聖ジェロームだったのです。そしてその顔は、自分自身の顔でもありました。つまりこういう形で、ダヴィンチは聖ジェロームというのは、私自身だったんだよということを示したわけです。が一方、ルカ・シニョレティは同じ顔、同じ姿の老人をマリアの受胎告知、幼児のイエス、そして処刑後のイエスと共に書き込んでいます。つまりこうした事実をつなげていくと、
ルカ・シノレッリの書いた老人は、イエス自身ということになります。つまり、ルカ・シノレッリの書いた老人は、イエス自身だったのです。理由はわかりませんが、ルカ・シノレッリは、その事実を知っていたということになります。そして自分の書いた絵の中に、それを表現したというわけです。順にそれを説明していきますので、動画を注意深くご覧になってください。となると、どれがイエスの真の姿であり顔であるか、もう皆さんお分かりですね。それを今日はしっかりと皆さんに見ていただきたいと思います。で、画面は今、左が、聖ジェロームですね。そして右がダヴィンチの書いた聖ジェロームです。左の図はですね、聖ジェロームとは書いてありませんけども、シニョリティの解体です。この両者を比べてみますと、髭のあるなし、髪の毛のね、ややふさふさしているとかいないとかという部分は違いますけども、あとは同じですね。表現の仕方、コンセプト、そして骨格ですね。特に首の下の骨の骨格に注意してください。そしてやはりこう、なんて言いますかね、3D モデリングの、技法を使ったのか、あるいは時間差を置いてデータを取ったのかはしませんけども、ほんのわずかだけ動いているのがわかります。これはギリシャ彫刻、ガンダーラ、他のね、もろもろの、遺跡に残っている精緻な絵も同じ手法で描かれているのがわかります。ダヴィンチの絵は特にそうですけどもね。そしてこの部分を皆さんでしっかりと確認してください。そして左のシノレッディの描いた、私はこれジェイコブと書いてあるんですが、間違いですね。ジェロームです。間違えました。ごめんなさい。聖ジェロームです。右も聖ジェロームですね。そして比べてみてください。で、聖ジェロームは、右の、ダヴィンチの書いた聖ジェロームはですね、下にライオンの影が書いてありますからわかりますね。聖ジェロームはですね、ライオンの棘を抜いてあげて、ライオンを飼い鳴らしたという、有名な逸話があります。ですから、この右の、男性は聖ジェロームと考えているわけです。そしてその骨格はですね、ダヴィンチ自身が残した解剖図と比べてみるとですね、人間ではないということがわかります。首の付け根の下からですね、そして肩の端までざっと腱が伸びています。これはダヴィンチの書いたモナリザもそうですね。そしてここの頸椎は13椎あります。人間は7椎ですからね。それから肩甲骨の形も違いますね。で、左はダヴィンチの書いたスケッチ画ですけども、このスケッチ画と比べていただくとわかりますように、やはりこうなってますか。こうした骨格、骨はですね、人間にもあります。腱もありますが、しかし、特異な大きさ、太さになっているということですね。そして大きなくぼみができて、首の付け根から肩の付け根まで、なだらかな、異様ななで方になっているということですね。すなわち人間ではないということです。同じ、スケッチ画の中の流れ、並びにですね、右のようなスケッチ画もあります。これは少し前にも紹介しましたが、この目に注目してください。左もよく見ますと、縦線一本だけの目ですけども、よくわかりません。しかし、右の目の方はよくわかります。ここに注意してください。縦線一本ですね。左の方は、ちょっとこう、眼球がどこにあるかわからないような絵になっています。で、この縦線一本の絵の、眼球の持ち主というのは、ミケランジェロがシスティーナの礼拝堂に描いた、女性ある人の中にもあります。向かって右の、この人のですね、これは男性ですよね。そしてこの頭はですね、人間離れして、すなわち人間の髪の毛じゃありませんね。そしてこの、人の目を見てください。向かって左の目が縦線一本ですね。そして右の目がちょっと変わった目をしています。それ以上言いようがありませんが、そして反転していますと同じように並んでいるのがわかります。すなわち、ダヴィンチもですね、ミケランジェロも、こういう形で、ここに描かれている人は人間ではない、少なくとも人間ではないということを示したわけです。これは余談ですけどもね。すなわち、ダヴィンチはですね、こういう形で、レプタリアンを表現していたということになります。で、もう一度比べてみてください。右が、システィーナの礼拝堂の天井画に描いた、ミケランジェロの絵です。システィーナの天井画の絵はですね、みんなこのような絵ですから、また私はそれを説明しましたので、また別のビデオをご覧になってください。そういうか、こういう形で、ミケランジェロは多分ですね、こういう形でダヴィンチをからかったんじゃないかと思います。ダヴィンチはミケランジェロ相手にしてませんでしたけどもね、ミケランジェロは常にダヴィンチに果敢なく、挑戦していったということになります。これがですね、ミケランジェロの書いたレプタリアンの群像と私が読んでいるものです。これは弟子がですね、スケッチ、ステーの残したものだというふうに言われています。原画は残っていないと言われますけど、この中に一文字でイボット、そして下に7502と書いてあります。イボットというのは、
イタリアの反対側のね、あのボスニアの言葉で生命、生きるとかという意味です。あるいは生きているというふうにも訳せるんだそうですけども、7502に注意してください。これはダヴィンチが死んだ67歳、5月2日ってことになるわけですね。すなわち、ダヴィンチはこの日に合わせて自分が死んだことにしたわけです。67歳、5月2日ということになるわけですね。しかし、もその他の解釈の仕方もあるようですね。まあ、要するに、このイボット、すなわち生命、すなわち、ダヴィンチはそうして自分の死の日を設定して、まあ、死んだことにしたというふうに考えられます。ダヴィンチは死ぬわけがありませんので、67歳の5月2日という数字に合うわけですね。ですから、5、2という数字をとって、そういった、まあ、ことを表現したというふうに考えられます。そしてこの右にいるのがダヴィンチ自身なんですね。頭に花の冠をかぶっています。レオナルド自身です。左はレオナルド、ダヴィンチですね。まあ、この顔はダヴィンチ自身の実像と思われます。その顔をもじって、右の、まあ、中央のミケランジェロが花冠をかぶったダヴィンチの顔を描いたということになります。皆さんが持っていらっしゃるダヴィンチのあの像は巨像です。作られた、まあ、像ですね。まあ、巨像以上の、まあ、巨像といいますか、作られた、コンコクテされた、捏造されたポートレートということになります。これが、まあ、ダヴィンチの実像ですね。そしてその顔と同じものをミケランジェロが、まあ、レプタリアの群像の中の、まあ、右下、すなわち、まあ、中世ではですね、重要人物を左下、あるいは右下に描く習わしになっていたようですね。そしてこの金冠をかぶせて、これがこのレプタリアの群像の中の蝶であることを示したわけです。まあ、これがダヴィンチの実像ということになります。そして顔と一致するわけですね。まあ、そういうこともミケランジェロは知っていたということになりますね。そしてこの顔が1500年後のイエス・キリストということになるわけです。そして、まあ、ダヴィンチもこの顔をですね、自分の、まあ、姿として描いていたということになります。逆に言いますとね、ダヴィンチの顔と、まあ、こうした顔、あるいはその、先ほどのね、ジェロームの顔と一致するということは、自分自身がイエスであることを知っていた。そして同時に、そのジェロームは私なんだよ、イエスは私なんだよということをダヴィンチは示したということになります。で、今度はレオナルド・ダヴィンチの話を少し回り道をします。で、今言いましたように左が、これがレオナルド・ダヴィンチです。そして右がですね、ダヴィンチが描いたと言われている、まあ、聖ジェロームの顔ですね。そして比較してみますと全く同じなんですね。違いを探すことができません。傾きが違いますから、比較の仕方がやや難しいですけども、右の下のコブね、それから出た頬骨。これは出た頬骨はダヴィンチの特徴です。それからここに、まあ、コブのようなものがあると。そして、右の下に、耳の下にですね、コブがありますね。そして、シワ。そして、このシワのコンセプトですね。同じですね。で、顎がですね、割れて、突き出てますね。そして、ここにくぼみがあって、というふうに調べていきます。違いを探すことができません。小さな小鼻。そして、鼻の中央がやや膨らんでますね。そして、大きな口。歯並びの悪い歯。そして、歯の数が人間の数でも多いように見えます。鼻の先が二つに割れている点も一致します。目尻のコブ、筋も注意してください。そしてこの細い、この細い眉毛はダヴィンチの特徴です。ここにイボがありますが、そのイボも一致します。皆さんも注意深く、ここですね、注意深くご覧ください。ということを順に精査していきますと、今も言いましたように違いを探すことはできません。すなわち、この両者は同じ人物、すなわち左がダヴィンチ、右もダヴィンチということになるのです。これは林浩司が発見しました。そして、この両者は同じである。そして小さな耳、耳たぶのない小さな耳ですね。そういうところに注意してください。まあ、この耳というかね、これは人間の耳と大変よく似て、まあ、人間というか、私たちの耳とよく似てるんで、まあ、よくここまで正確に描けたもんだなというふうに逆に驚きますけどもね、やや傾きが違いますから、穴の位置がずれています。そして、まあ、このダヴィンチの描いた、まあ、ダヴィンチですわね、そしてから右のダヴィンチの描いた、この、まあ、聖ジェロームの顔は一致する。すなわち、聖ジェロームはダヴィンチなんだよ、イコール、聖ジェロームもイエス自身だったんだよということを、ダヴィンチはこうして間接的に示したということになります。こうして繋がっていくわけですね。で、もう一度確認してください。しつこい量ですけども、ここが特に今日の重要というポイントです。耳の下のコブ。これがダヴィンチの特徴ですから、あちこちでまあダヴィンチのね、まあ、絵を描いたのを見たときには、この耳の下のコブを一つの手がかりになるといいと思います。そして、眉毛の薄い、細い眉毛ですね。そして、前も言いましたね、この右の下の目には、まあ、瞬膜といって、レプタリアン独特の目の膜が下にありますね。この眼球があって、その下に瞬膜といって言われる、いわゆるサメとかね、昆虫、爬虫類、それから犬、
トカゲなどにありますが、そこの目地の様子も同じですね。そしてここに小さなイボがあります。ここにも注意してください。イボまで正確に描き込んでやる。すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、絵ということになりますね。プリントアウトした絵ということになります。そして長い鼻、中央が太って、膨らんでいます。向かって右の目は見にくいですけども、縦線一本のようにも見えますね。中深くご覧ください。左の目ね、縦線一本のようにも見えますが、それはまあはっきりしません。この絵でははっきりしません。そしてこの顎のコンセプトですね、大きく前に突き出て、まあ、ということを今日ここでもう一度確認してください。ここが重要ですね。ということは、ダヴィンチ自身と聖ジェロームの顔は同じであるということになります。なあち、ダヴィンチはこういう形で、聖ジェロームというのは私のことだったんだよということを示しているわけですが、そのことを知っていた人はもう一人いたわけですね。それが冒頭に挙げました、いわゆるルカ・シニョレディです。シノレティはですね、逆に今度はですね、まあ、イエスの、まあ、受胎告知、マリアの受胎告知、それからイエスの幼児のイエス、そしてイエスの処刑後と、それぞれ、まあ、の絵の中にまだありますけどね、全部で、私が探した範囲では6枚ありましたけども、老人、奇怪な老人の姿を描き込んでいるわけです。まあ、こうしてこの、まあ、老人を描き込んでですね、イエス、よりもですね、その老人の方が主体なんだよ、主役なんだよということを示したというふうに考えられるわけです。まあ、これがね、シノレティの書いた老人です。もう一度ここの、レプタリアの群像を見てください。ここで皮を剥いでますね。ベロッと。これは服を脱いでるんじゃありませんよ。皮を剥いでるところです。そしてこの、まあ、これ女性でね、これ、下あるということが分かりました。まあ、それについてのビデオはまた今度説明しますが、この女性になりますよね。女性はお尻の皮をベロッと脱いでいます。透明の、まあ、シースルーのズボンということじゃありませんよ。そして右がダヴィンチです。足の皮をベロッと剥いでいますね。これは靴下を履いてるんじゃありませんよ。注意深くご覧ください。これは足の皮をベロッと、神秘を抜いてるんですよ、ダヴィンチが。なあち、ミケランジェロはこういう形で、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけです。そしてこの鼻冠をかぶった男性は、ダヴィンチ自身ということになります。そして同じ絵をですね、同じコンセプトを持った絵をルカ・シノレディが描いています。殻をベローと抜いてますね。そしてこのお尻を見てください。薄い透明の膜をかぶっているように見えますね。これは膜ではなく、まあ膜は膜なんですけども、要するに皮膚だ、真皮だということです。その説明は、まあ岩窟の成分の中でも説明しましたので、またご覧になってください。ラファエルも同じような手法で、隠し絵でこの神秘を書き込んでいます。で、検証していますが、もう一度これ見てください。ルカ・シニロリの書いた老人、そしてダヴィンチの書いた老人、聖ジェイコムですね。そして、まあ、これが、まあ、もう一度戻りますけども、これがシニョレティですね。そしてその周りではレプタリアンたちが人間を大量に殺戮しています。最後の審判なんかじゃないですよ。こういう形でシニョレティは事実を書き残したんですね。そしてこの中には奇妙な老人が書かれています。いわゆるまあ受胎告知の時の一番左が受胎告知ですね。そしてまあ右の方が処刑後の老人ですということになりますね。そして同じように書いてあるということはですね、全然年を取ってないんですね。この老人だけは奇妙なことに。ね。33年から4年の間があると思われるんですけども、全然年を取ってないということになるわけです。右がダヴィンチの書いた老人です。もう一度しっかりとご覧ください。この首の下の三角形の大きなくぼみ、そして頭のコンセプト。それからこのお腹のへこんだ様子、足の傾けている様子。そしてこの手の位置がややずれてますけども、足もね、ややずれてますけども、まあ、こういう形して、ずれてるということは、向かって右の方は腕を曲げてますからね。まあ、しかし、同じだということは皆さん見て、まあ、一目してお分かりになると思いますし、これらの顔は、まあ、比較しましたけども、まあ、比較するまでもなく同じ人物だということが分かります。では、結論ということになります。いよいよ皆さんにイエスの真の顔をお見せいたします。まあ、お分かりかと思いますけども、これがまあ数直線で並べていますね。で、もう一度この数直線で見て、そして一番左がまあイエス・キリストが生まれた前後、中央が1000年、そして2000年と現在と続いているわけです。そしてこの、まあ、例年のをモデルにしてですね、シノレティがこうした絵を残しています。受胎告知、そして幼児のイエスの幼児期、そして、処刑後ですね、そして、4世紀前後に、セント・ジェロームが生まれますね、生まれたか活躍しますね。成人中の成人です。そしてそのことをダヴィンチとシノレディが表現しました。そしてダヴィンチはセントジェロームがですね、自分だよということを示しました。と同時に、ルナ・シノレディはこういう形ですね、左の上の絵の形で主役は老人の方なんだよということを示しました。まあ
こうして話を、まあ、つなげてみますと、イエスは30歳以前の、ね、イエスは全く不明ですからね、それもそのはず、30歳以前のイエスの物語ってのは全部作り話ですからね、イエスは誕生なんかしてませんのでね、要するにこういう形で、まあ、シノレリは主役はこの老人の方だった、すなわち老人の方こそが真の主役イエスだったということを示したわけです。で、そのことをダ・ヴィンチがですね、ルネサン期に、聖ジェロームを書き、それは私だったんだよ。そして、その老人というのは私のことなんだよ。すなわち、私がイエス・キリストなんだよということを、まあ、示したということになります。すなわち、もう、どれが皆さん、イエスの真の姿かは、もうお分かりですね。この、まあ、年表をしっかりとご覧になってください。右のダ・ヴィンチ、右上のダ・ヴィンチ、そして左下のセイ・ジェロームですね。それからシノレディ。皆さん、これが真のイエスの顔ということになります。今から2000年前も、そして1500年前も、そして500年前も、この顔の神でした。そしてイエスは人間ではありませんでした。ということで今日のビデオ終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian, who also became a doctor of the church.Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial. This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. The main conclusion in this video is thatThe man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework, and I say here as well that the man is Leonardo himself, or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダ・ヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダ・ヴィンチ自身であると判断しました。しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、照合してみるとダ・ヴィンチ彼自身であることがわかります。左がダ・ヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に照合していきますと、違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダ・ヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人をくだらないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダ・ヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。
見方によってはそのようにも見えるというふうに片付けられてきたようです。が、この男性はレプタリアンでした。さらに、今までの私、林浩司の説を総合しますと、この男性はダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、その男性の絵ということになります。レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いているということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三白眼、そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、三白眼ですね。そして、こうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、こぶといいますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、ものがあるわけです。こうしたところが、特に目元のね、こぶっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見ていますが、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛、そして、鋭い目つきですね。違いがありませんね。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、違いを探すのが難しいと。そして、突き出た顎ですね。そして、口、大きな口。そして、歯並びが大変悪いですね。ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。すなわち、ミケランジェロは、ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、ミケランジェロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここに古文がある。これレプタリアン独特の古文ですね。で、あばら骨も、人間のそれとは違うと。それから特に喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そしてこの目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それからその目の上にですね、もう一枚こう、下まぶたがあるの分かりますか？そしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これが、今日のポイントですね。そして、これが、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。決定的な証拠ですね。そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一枚、人間にはない膜といいますか、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、中部からご覧くださいよ。ブツブツブツとこう点々になっているの分かりますか？上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、CD、なんていうんですかね。枝ということですね。写真から作った枝ということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。すなわち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、もちろん人間でもなくて、
いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これは、下まぶたではありませんよ。向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして、今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。でそれを、ダ・ヴィンチは、表現した。すなわち、これは、ダ・ヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてダ・ヴィンチの像が作られ、これは元のリアルイメージですね。そして、このイメージと、今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と一致すると。そしてその顔から、このダ・ヴィンチの虚像ですね。2D モデリングって言ったんですかね。3D モデリング方式によって捏造されたダ・ヴィンチの虚像ということになります。まあ、続くビデオの中では、目の中の目ということを説明します。レプタリアンは皆共通して目の中に目を持っていましたという話です。どうかお楽しみください。And bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school.The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I'd like to explain about it and how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in Pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance.The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketch, sketched in the Battle of Cascina, which was also said to be sketched by Michelangelo Buonarroti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pieta. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man,who is exactly the same as a man in the Battle of Cascina, which means that these three men are the same one single man, or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men.Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ of 2,000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1,500 years in the Renaissance. ピエタ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダ・ヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ピエタ像のイエスとカッシナの絵の中の男と、そしてダ・ヴィンチのスケッチの中の男がこうしてつながりました。つまりこれら3人は皆一人の人物、イエス・キリストということになります。さらにダメ押しをするなら、カッシナの戦いの中のその男は頭に花の冠をかぶっています。つまりこの群像の中の王であることを示しています。で、さらにダ・ヴィンチが書いたセント・ジェロームを見てください。老人です。この男性とダ・ヴィンチの書いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまり、セント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで2人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス。
そして年老いたイエスはそれから1500年後、つまりルネッサンスに現れた年老いたイエスということになります。広志林、浜松市、ジャパン。 Now you see these three men are Jesus Christ and you see another Jesus Christ here on the left side. Jesus Christ with a woman whose appearance is very queer. So, let's compare these two men with each other. Then you know that there are no difference between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So, be patient to compare them with sharp eyes and wide mouth and a very strange bump and also very sharpened chin, small nose and a mole, a small mole here and a small bump here. And small, they've got small ears and very strange nose. Probably they got a very light color, blue eyes. So these two men are the same, one single Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago.So, we know two Jesus Christ. One is older and another one is younger. So, back again to this sketch. This sketch was created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. There are a man or woman on the right side has a very strangeHead elongated with elongated skull, and the man on the right side has got a very strange hat, and under a cheek chin, this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support.His or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a breast, but I think he's a man. Anyway, he's got a skull, I think, which is very similar to that one unearthed in Pacas, Peru. So I think this man is from Mars, who helped or assisted Jesus Christ of 2000 years ago. So both are the same with a very queer face. So I'm sure Jesus Christ of 2000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria.Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone-head man with elongated skull. This man has also very close resemblance with the man on the left side.Let's make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin. You see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose. What do you think this is anyway?And also, this man has got a very strange sort of equipment or sagged neck. I don't know which is
which one is correct. Anyway, he seems to have a very strange neck. That is true. So, these three probably have got a very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on Earth without these equipment. Or what do you think this is? And I talk about a little bit about a proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost 2 years ago. I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Firenze. This Holy Shroud was discovered a short time ago, and they say this is Jesus Christ. This is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese. Something, something. Probably translated from the English one on Wikipedia. And this is Michelangelo Buonarroti. And this is Pieta. Pieta has got a very sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange arm with bumps, which are very similar to those bumps created on in a sketch in the Battle of Cascina. But also, Jesus Christ and Pieta has also very strangely has got a very close resemblance with the holy man and holy shroud. So this is another point, important point for today's video. So just compare them with each other. Jesus Christ on the left side is Jesus Christ in Pieta, and Jesus Christ on the right side is Jesus Christ from Holy Shroud. So you also see there are no difference between them, which indicate these two Jesus Christ are the same Jesus Christ. Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo. So I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for Jesus Christ. And this is a sort of proxy, is that all right to say that? Sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ 2,000 years ago. So there were, used to be, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ, another one is proxy Jesus Christ. And proxy Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ 2,000 years ago. I have got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Signorelli, Luca Signorelli. So anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy, or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see Jesus Christ of 2,000 years ago, younger one. And this is Saint Jerome, painted by Verrocchio. Verrocchio was also a puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ
on Hairy Shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as obedient servant to real Jesus Christ. So I say puppet artist. Signorelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raffaello. These artists did not produce any paintings and sculptures, or a little bit they could do that, but these masterpieces were created by the real Jesus Christ of 1500 years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to. Thank you very much for watching, and please watch following videos for more information. Bye for now. Leonardo and Michelangelo, fictitious artists created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were a sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. I, however, know how you may think about me when I claim so. I say here again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Here is evidence to prove it. 神々の陰謀によって作り上げられた芸術家ダヴィンチ、そしてミケランジェロ。もしダヴィンチ、ミケランジェロと呼ばれた芸術家たちが1500年後のイエスの陰謀によって作られた架空の芸術家であると私が言ったら、あなたは私がそれを説明する前に私のことを頭のおかしい人間と思うことでしょう。よく分かっています。つまりダヴィンチ、ミケランジェロなる芸術家は存在しなかったと、あるいはいたとしても形だけ。実際の作品は1500年後のイエスが別のところで作り上げていたと。私がこれから皆さんに話すことは、あなたが信じようが信じまいが、この私にとってもあまりにも信じがたいことなのです。が、私、林浩司は次のように主張します。ダヴィンチ、あるいはミケランジェロと呼ばれた男は、言うなれば1500年後のイエスに操られた、言うなれば操り人形であったと。つまり、芸術家ダヴィンチ、そしてミケランジェロは存在しなかった。今日はダヴィンチとミケランジェロが描いたとされる絵画を解釈しながら、共通のアジェンダ、つまり基本的な姿勢を探ることによって、その謎を深く考えてみます。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。 これはミケランジェロが彫刻したペーター像です。このペーター像のマドンナの向かって左側、マドンナの右手に注意してください。右手を注意深くご覧ください。マドンナの右手の、中指と薬指がくっついているのがわかります。中指と薬指です。これはイルミナティ、もしくはイエズス会の、独特の、ジェスチャーということになります。この情報はニコ・ジロルド・エル・モネスさんからいただきました。ニコ・ジロルド・エル・モネスさんによればですね、この彫刻だけでミケランジェロはですね、がですね、イルミナティもしくはイエズス会のメンバーであったことがわかると。で、検証してみることにしました。これがマドンナの、右手です。で、調べてみますと、確かにイエズス会のメンバーたちは同じようなジェスチャーをしていることがわかりました。中指と薬指をくっつけています。まあ、こういう形ですね、イエズス会のメンバーたちは、私はイエズス会のメンバーであることを、まあ、示したということになります。フランシスコ・ダヴィエルもやはり中指と薬指をくっつけているのがわかります。ちょっとわかりにくいかなというところですけども、まあ、くっつけていると判断します。まあ、このような形でイエズス会のメンバーたちはですね、
まあ、自分たちの、まあ、存在を示したということになりますが、時代が合わないんですね。ミケランジェロがピエタ像を完成したのは1499年、そして、イエズス会が、まあ、設立されたのは1534年ですから、間に35年という年月があります。ですから、まあ、こうしたジェスチャーがですね、イエズス会に先立ってすでにあったとも考えられますが、まあ、それは今回は除外して考えます。でイエズス会というのはもともとはですね、イエスの仲間という意味だそうですね。イエスの仲間、ここが重要ですね。マリアの仲間ではなくてイエスの仲間ということになります。で、神々のアジェンダについて考えてみます。まずミケランジェロについてですけども、ミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の、天井画を描いています。で、一応ウィキペディアなどによればですね、ミケランジェロは敬虔なカトリックであったと書いてありますが、そんなはずありません。例えばこれはノアと3人の息子の絵ですけども、ここで殺しているのは羊です。喉を裂いてますね。敬虔なクリスチャンだったら羊を裂くようなことはしないんです。その代わりに牛を左に描いています。牛はミトラ教のシンボルです。そして3人の息子のうちの1人は背中にヒレがあります。注意深くご覧ください。ヒレがありますね。なあ、このような形でミケランジェロは、ノアと3人息子たちが人間ではなかったということを示したわけです。ヒレがあります。注意深くご覧ください。で、このノアが料理しているのは人間ということになります。これも隠し絵、騙し絵の手法です。髪の毛が上伸びているというふうに、まあ、表しているわけですね。すなわち人間を料理しているということを示しているわけです。敬虔なクリスチャンであったら、ミケランジェロなんですよ、本音は書かなかったと思います。この人もですね、日本のある美術家は絶世の美女と表現していますけども、男性の乳首を持っています。この角度であれば女性の胸はこのように見えるはずですが、その胸がない。すなわち、こういう形で茶化しているわけです。これはリビアの巫女と女という意味になっていますけども、ね、そしてこの目を見てください。一本の、一本だ、線が一本だけの、いわゆる、まあ、レプタリアンの目です。そして、不気味なのはこの絵なんですね。一見華やかで綺麗な絵に見えますけども、向かって右側のこの女性の背中を見てください。背中から奇妙なものは吹き出しています。これは何かということですね。まあ、ゾッとしますね。そして、この人もそうなんです。一見しますと何かの台の上に座っているように見えますけども、この、人はですね、折れた骨の上に座っています。骨髄液が外に流れ出ています。まあ、このような形でミケランジェロは自分の思想を織り込んだというわけです。そしてこの周辺に描かれている人たちはですね、みんな女性の顔をしているんですけども、ついているものはついているんですね。優しい顔をしてますけども男性だということですね。そしてこの人もそうなんですね。一見顔だけ見ますと綺麗な女性に見えますけども、背中にはヒレがあります。後でそれを紹介します。そしてこの、上の、まあ、一応カトリックですから羊ということになるんですけども、これは羊ではありませんね。羊の顔ではありません。で、この顔とバフォメットのシンボルマークと比べてみます。まあ、カトリック教徒、カトリック教会側ではですね、バフォメットを悪魔、大悪魔と位置づけています。それはカトリック教会側の見解ということになります。カトリック教会側では大悪魔と位置づけて、まあ、このバフォメットを、まあ、排斥しているわけですね。がしかしミケランジェロはどういうわけか、システィーナの礼拝堂の天井画の中にこの、バフォメットを描いたということになります。一見白いですから羊に見えますけども、これはバフォメットということになるわけですね。今下にバフォメットの絵を見せていますけども、すなわち、まあ、このような形でですね、カトリック教会側はですね、大サタンというふうに位置づけて、まあ、こういう、まあ、イメージをですね、捏造したということになります。それをミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の天井画に描いたということになります。で、バフォメットということは、まあ、これはあくまでもカトリック教会側の見解ですけども、大悪魔であるというふうに書いてありますね。悪魔の一人と、そういうふうになるわけですね。ヤギの頭を持った悪魔であると、そういうふうに書いてあるわけです。が、しかし、ミケランジェロはどういうわけか、その、まあ、大悪魔を、システィーナ礼拝堂の天井に書いたということになります。で、同じようなことを、レオナルド・ダ・ヴィンチもしています。皆さんご存知の岩窟の、聖母です。いろいろな説明がされていますけども、まあ、皆さんがご存じないことを、
ここで皆さんにお見せします。この足のところを見ていただきたいと思いますけど、この、右の、まあ、これ人ですね、女性でありませんよ。3本指であることに注意してください。で、下から数えて4本目のところに白いですね、これは隠し絵、騙し絵なんです。葉っぱの色と同じところで今見せましたように注意してください。すなわち葉っぱで隠しながら、この人は3本指であることを示しています。すなわち向かって右側にいる この人は、まあ、一応ガブリエルということになってますけどもね、ガブリエルではありません。で、この3本指の、人がですね、まあ、リリトですけどもね、これは3本指です。注目からご覧ください。このような形でダヴィンチはダヴィンチでですね、なんて言いますか、まあ、痛烈にカトリックを批判しているということになります。ここでアジェンダが一致するわけですね。で、受胎告知の中でもやはり同じような3本指の足が描かれています。このフクロウの形をした置物の下を見てください。この下に3本指の指が足が出てますね。これをこういう形でダヴィンチはこの受胎告知の中にいる右の、まあ、人はですね、マリアは魔女であることを示しています。これもダムシェ、隠し絵の手法です。で、2人を足してですね、1人の魔女、すなわちマリであることを示しているわけですね。で、やはり3本指だということですね。中央はですね、まあ、以前紹介しましたけど、シニョレリも同じ絵を描いています。ちょっと見にくいかもしれませんけど、3本指の人を描いています。そして下がダヴィンチです。で、レオナルドはレオナルドで、このような形で自分の思想というものを自分の絵の中に織り込んだということになります。この手法と言いますか、中身と言いますか、コンセプトはミケランジロと一致するということです。で、もう一度この、まあ、今お見せしましたガブリエといった女性ですけども、見ていただきたいんですけども、これと同じ女性の顔が、いわゆるまあシスティーナの礼拝堂の天井画としても描かれています。この人も男性ですね。前左右に、周辺に描かれている人はみんな女顔で男性ですから、この人はあるものが見えませんけども、女性と男性と判断します。まあ、これは同じ人ということになるわけですね。角度が違いますから判断しにくいんですけども、左がまあ、ダヴィンチ、右がミケランジロということになります。しかしこの人は背中にヒレがあります。中部からご覧ください。ここにヒレがありますね。すなわちこういう形でミケランジロは、これはこの人は人間ではないということを示しました。ヒレですね。まあ、こうした絵がですね、システィーナ礼拝堂の天井画にはザラザラと書いてあるということです。言い換えますと、ミケランジロは痛烈に、カトリックを批判したということになります。一方、ダヴィンチはダヴィンチで痛烈にカトリックを批判したということになります。この両者のコンセプトといいますかね、カトリックに対する考え方がこういう形で一致するということです。そして右の、まあ、人はですね、薄いあの膜をかぶってますね。この手法はあちこちで使われています。糸車の聖母子でも、また聖安と聖母子の絵の中でも同じように使われています。すなわち、まあ、皮を剥ぐ、人たち、すなわち、まあ、少なくとも人間ではないということになります。で、岩窟の聖母に戻りますけども、岩窟の聖母の中に、やはりこの向かって右側の今のガブリエルといった人です。この人はあの男性なんですよ。顔に騙されちゃダメですよ。まあ、言うてこの姿勢がおかしいわけですね。大きく、あの、なんて言いますか、前に倒れている感じですけども、まあ、かろうじてこの姿勢で体を支えられるかなと思うんですけども、で、もしそうであれば、この人の左手でさ、あの、重心を支えることになりますけども、この人の左手はいわゆる、まあ、ヨハネと言われている子供の背中に軽く触れている程度ですね。ですから、この人は、まあ、このような大蛇のような体を持っていたと、林浩司は判断しました。すなわち、ラミアということになるわけですね。ギリシャ神話でいうラミアです。大蛇ですね。となると、こういうことであれば、重心を支えることができるということになります。まあ、このような形で、ミケランジェロとダヴィンチのコンセプトが一致するということです。ここがおかしいということですね。わかりますか？で、ミケランジェロもダヴィンチも、何度も説明してきましたけども、人間には不可能と思われていますか。人間には不可能な方法で彫刻、あるいは絵を描いたりしています。彫刻を彫ったり、絵を描いたりしています。まあ、実際にこうした、まあ、魔女というものが存在したというふうに、まあ、言われているわけですね。となりますと、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティのいわゆる、まあ、基本的な、まあ、姿勢が同じであるということになります。で、もう一度確認していただきたいんですけども、これが左がダ・ヴィンチ、右がミケランジェロということになります。そして同じように、
なんとかになってますかね、3本足があるように見えるの分かりますか。で、右の方はですね、組み合わせによって、3通り考えられるわけですね。1通り、これは2通り、もう一つはその折れた足と一番右の足ということになるわけですけどもね、まあ、一応ここで2通りを示しました。で、その足がですね、先ほど言いましたように折れて中から骨髄液が出ている、極めて残酷な絵だということですね。まあ、こういう形でミケランジェロは繰り返しになりますけども、カトリックを批判したと。で、左のダヴィンチの方もやはり3本足に見えますね、一見すると。そして一本の足が先ほど言ったように絨毯の下からですね、ちょろんと三本指の足が出ているということになります。まあ、こういう形で共にですね、共にカトリックを痛烈に批判したということですね。そしてこの右のミケランジェロの絵の後ろにはですね、首のない人間がいて、一見すると男性のように見えますけども、まあ、別にですね、このように悪魔の絵が描いてあるわけです。で、これを偶然と言いますかね、というかどうかってことなんですね。さらに、不思議なことにですね、この両方の、衣服の色使いが全く同じだということです。赤い衣服ですね。まあ、色は長い年月の中で、変色するということはありますけども、基本的なカラーは同じなんですね。で、これも偶然なのかとなりますと、右の方がですね、後に、描かれたということになりますから、ミケランジェロがダヴィンチの絵を真似して描いたというふうに、まあ、解釈できますけども、本当にそうでしょうかということになるわけですね。あるいは一人の誰かによって描かれたのではないかということになっていくわけです。このように、まあ、コンセプトも同じになってきますしね、絵の描き方、色の使い方も全く同じだということです。そして右の方を見ていただくと分かりますように、金キラ金のですね、衣服を着ているようですけども、肘から下はですね、毛のようなものが生えています。そして繰り返しになりますけど、この人は一見すると女性なんですけども、ついているものはついていると。で、この人も一見すると、女性なんですけども、ついているものがついていると。まあ、こういうふうに、ちぐはぐなんですね。で、そういった観点で見ますと、右の人はですね、これは女性とは言えませんね。女性の服を着ているから女性というふうに考えてはいけませんね。その証拠にこの人はですね、胸が平らです。フラットです。で、結論ということになりますが、今まで見てきましたように、ミケランジェロとダヴィンチの、それぞれの作品があるわけですね。私たちはこれをミケランジェロが作ったり、描いたりしたものだというふうに解釈しています。そして一方、ダヴィンチの方もですね、こうした絵をですね、ダヴィンチが描いたものだというふうに解釈しているわけです。ところが、共通点があまりにも多すぎるわけですね。そしてお互いに同じに、誰かによって作られたとしか考えられないような共通点があるということです。となりますと、これ2人は実はパペット、すなわち操り人形という説がこれでまた一つ裏付けられたことになります。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、ではその上で誰がこれら2人の画家を操っていたかとなりますと、1500年後のイエスということになります。人間には描けるはずもない絵、人間には惚れるはずもない彫刻で作っていたのはこの人ということになります。1500年後のイエスということになります。この人がですね、こうした絵を描いたり、あるいはこうした彫刻を作ったりして、そして、一方でレオナルド・ダ・ヴィンチという人間と、それからミケランジェロ・ブラノティという人間を操ってですね、そして、人間社会と接触を保っていたということになります。なあじ、レオナルド・ダ・ヴィンチもこれは人形であった。それからミケランジェロも人形であったということになるわけです。コンセプト、すなわち、基本的なアジェンダの世界からもですね、これら両者は結局は同じコンセプトを持った作品を作っていたということになります。当然、対立するのはマリア、すなわちイシュタール率いるローマンカトリックということになります。どういうわけだか、当初はですね、イエスとマリアが組んでキリスト教を立ち上げるわけですけども、どこかで、歯車が狂ったんでしょうね。で、1500年という年月の後にですね、2人の間は決別してしまったということになるわけです。で、最初の話に戻りますけども、マリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついてますね。そしてこれは、イルミナティと、あるいはイエズス会の、シンボル的なジェスチャーということになるんですけども、イエズス会は今回は外しました。となりますと、イルミナティの、シンボルということになります。現在はですね、この中指と薬指をくっつけて、中へ折り曲げるという方法でですね、自らの立場を示しています。で、そしてですね、この極めつけは、このバフォメットの像ですね。で、これはバフォメットは繰り返しになりますけども、カトリック教会側から見れば大悪魔ということになるわけですね。
それはどんな宗教団体でもそうですけども、自分と対立する立場にある宗教団体を悪魔と位置づけますね。それは日本でも外国でも同じなんですね。で、それをミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の中に堂々と書き込んだということになります。一見すると白い羊に見えますけども、これは羊ではなくてヤギだということになります。そしてこれがマラヌスの手ということになります。薬指と中指を折り曲げています。これはイルミナティの独特のジェスチャーです。まあ、歴代の大統領たちもこのような形で、まあ、その一見するとですね、イルミナティのシンボル的なジェスチャーをしていることになりますけど、ただですね、現在その形が広く伝わってですね、いわゆる V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから、このジェスチャーを持ってですね、すぐこれらの人たちがイルミナティと判断することはできませんが、まあ、もともとはイルミナティの、シンボル的な、ジェスチャーであったことは事実です。まあ、こういう形で、まあ、イルミナティのシンボル的なジェスチャーが今に残っているということですね。もちろん今言いましたように V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから、必ずしもイルミナティのメンバーということにはならないのかもしれません。そこはどうか誤解なさないでくださいね。で、続くビデオの中で、ルネッサンスの芸術家たちは1500年後のイエスの操り人形であったという話をします。まあ、これも一つの傍聴ということになるわけですね。ニコ・ジロルド・エルモネスさん、どうもありがとうございました。 Bye for now。Two paintings were commissioned from Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti by Piero Soderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict.The Battle of Anghiari by Leonardo and the Battle of Cascina by Michelangelo. This fact indicates that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. フロレンスの政治家であったピエロ・ソデリニが二人の画家、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティの2人に2枚の壁画を描くように依頼しました。それら2枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエセント宮殿の壁画として飾られる予定でした。ダ・ヴィンチはアンギャリの戦い、またミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼され、これら2人の画家はそれぞれ正確なスケッチを書き残しました。がここで重要なことは、2人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けた時には当然のことながらまだ2人の画家は生きていたということです。特にミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いた時にはダ・ヴィンチはまだ生きていたということです。ここが重要です。ミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に775027という数字を隠し文字の形で書き込みました。キリスト教会用語で77はイエス、50は復活、そして27は聖書を意味します。つまり聖書によりイエスは復活したと。で、ここが重要です。その775027の数字の中からダ・ヴィンチは572という数字を抜き出し、それを自分の死亡日とあらかじめしました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。が、その死亡日は775027、つまり聖書によりイエスは復活したという数字の中から取った3つの数字によってあらかじめ捏造された死亡日だったのです。つまりダ・ヴィンチは
67歳の5月2日に死んだことにして、この世を去ったということになります。さらに言えば、この死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ捏造されたものであり、したがってダヴィンチはその日には死んでいないということになります。もっとわかりやすく言えば、ダヴィンチはまだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになります。さらに言えば、ミケランジェロはダヴィンチの正体を知っていました。つまりダヴィンチは1500年後のイエス自身であったわけです。775027、つまり聖書によりイエスは復活したというのはそういう意味です。だから、カッシナの戦いの中でミケランジェロは王冠をかぶったイエスを表現しました。つまり、王の中の王という意味です。カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと剥いでいるのがダヴィンチ、つまり1500年後のイエスということになります。一方、ダヴィンチはアンギャリーの戦いの中で、やはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しました。イエスは死んだと言わんばかりの絵です。その手の甲には聖痕がついています。注意深くご覧ください。つまりこうして、私は死ぬ、あるいは死んだと。が、これら2枚の絵画がチンケセント宮殿の壁の両側を飾っていたとしたら、どうなっていたことでしょうか。が、当時の2人の関係を知れば、そういうことはありえませんでした。そのありえないことが、そのチンクエッセント宮殿で起きようとしていたのです。ダヴィンチの正体を知ったミケランジェロ、自分の正体を見抜かれたダヴィンチ、1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダヴィンチ、それゆえにダヴィンチはこの世を去ったことにしようとした。で、あえて775027の中から3つの数字を選び自分の死亡日とした。67歳の5月2日です。繰り返しますが、だからこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ捏造された死亡日ということになるのです。つまりダヴィンチはその日には死んでいない。そしてダヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるなら、そのイエスは現在の今もこの世界のどこかで生きているということになります。私、林浩司はそのように判断しました。広志林、浜松市、ジャパン。それでは画面を見ながらもう一度説明します。これが、ピエロ・ソデリニです。英語の方では、ステートマンとなっていました。すなわち大物政治家という意味ですね。そのソデリニがですね、二人の画家、すなわち、ダヴィンチとミケランジェロに壁画を描くように依頼したということなんですね。これがその宮殿です。中央にあるのが宮殿です。この宮殿、まあどこかわかりませんけどもね、どこかの壁画を描くように依頼したわけです。で、ダヴィンチと、まあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、アンギャリの戦い、そして、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、これがあのカシナの戦いです。まあ、ですからダヴィンチもミケランジェロも正確な、なんて言いますか、スケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これがその宮殿ですね。で、まあ、このどこかの壁画として、描かれた、まあ、描かれていた人らいたらですね、このようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあ、ダヴィンチ、右の方にミケランジェロの絵というか、まあ、壁画ということになります。まあ、実際にこんなことはありえなかったと思いますね。まあ、その理由は、まあ、
おいおい話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにして、まあ、壁画を、まあ、もし書かれていたとしたらね。で、しかしここで重要なことは先ほど言いましたように、その右の、そのミケランジェロのその貸しの戦いの絵が、まあ、壁画、まあ、のいわゆるスケッチができたときにはですね、まだダヴィンチは生きていた、生きていたということは重要なんです。というのは、その右のですね、あの、カシナの戦いの壁画の中には、まあ、隠し文字の形で数字が隠されていました。by 林浩司です、で、よく見ますとね、ここに7、最初の私、7という数字に気がついたんですね。それから、あとまあ簡単、もう一つは、あの、上に棒を持った人がいますでしょ。その棒、あの、笛のような棒を持った人いますね。その棒を先伸ばしてみたら、そのそれぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字は浮かんできたと。そして、一番右端にいるのが、これ、ダヴィンチだということは、その前に分かってましたからね。顔が一致しましたので、ダヴィンチだということは分かってましたので、まあ、これはダヴィンチであると。で、7502という数字がですね、ダヴィンチの、まあ、死亡、年としてですね、それから5月2日という数字につながったわけです。で、ダヴィンチは67歳の5月2日に、まあ、亡くなったということになるわけですね。というのはもう、この絵そのものがですね、カシナの戦いの絵、ミケランジェロのカシナの戦いがですね、の絵がですね、ダヴィンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴィンチが死んだということになるわけです。逆だったらね、例えばこの絵がダヴィンチの死んだ後に描かれたとしてならば、ミケランジェロはダヴィンチの死亡日に合わせてその数字を描いたということにも考えられるわけですけども、そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に描かれていたということになりますと、7502に合わせてダヴィンチが、まあ、あの自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうに、まあ、考えられるということですが、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、そして一番右の方にも7がありますね。そして775027という数字が浮かんできたわけです。でこの775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、77はジーザスである、イエスである、50は復活、それから27は聖書という意味だということを教えてくださいました。ということになりますと、この、まあ、775027を、まあ、どういうふうにあとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエス、まる復活、聖書。ですから聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダヴィンチが自分の死亡日とした。すなわち、まあ、あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、その、まあ、数字の中に、まあ、織り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、67歳の5月ですね。5月に日に亡くなっていると。だから752が浮かんでくる。その752という数字をですね、あらかじめそのミケランジェロは、まあ、その死亡日とはなるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その775027という数字をですね、なあちイエスは聖書により復活して、そしてその右端にいるのがダヴィンチである。ダヴィンチを、まあ、王冠をかぶったダヴィンチを描いたということになるわけです。なあちイエス、いわゆる、まあ、ダヴィンチがイエスであり、イエスがダヴィンチとして復活したと。そういうことを聖書によってそういうことが、まあ、予言されたように復活したんだということを、ミケランジェロはこのカシノの戦いの中で、まあ、表現したということになります。まあ、これで謎が解けました。そして、まあ、その775027どこから来たかというと、今言いましたように、ミケランジェロは当初はイエス復活聖書と、その絵を見てですね、ダヴィンチが750752を取って、自分の死亡をあらかじめですね、死亡日としてその日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。で、これがアンギャリーの戦いですけども、このもう一度見ていただきますと、これはあの森本聡さんって方がね、この絵を見て、まあ、いろんな絵が隠されているんですけども、こうした絵も隠されているよということで教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね、逆さまにしますと、これがハロー、氷になるっていうわけですね。そしてそのこの人物の、まあ、向かって右、左手にはですね、手の甲には聖痕があります。注目をご覧ください。これはそれによってこの人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけてます。これはまあ隠し絵ですね。このアンギャリの戦いの中には私が発見しただけでも十数個の隠し絵が隠されています。そしてこの手の甲にはまあ、いわゆる聖痕があります。すなわち、この人物はイエスであり、まあ、イエスがまさにね、馬に踏みつけられて死んだようと、まあ、まさに、まあまあ、
死に対応というのもおかしいですけどね、生きてますからね、なんて言ったらいいでしょうか。ともかく、死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして手の甲には成功が残っているということです。このような形で、ダヴィンチはアンギャリの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよということを、私たちに、メッセージとして残したということになります。で結論ということになりますけれども、その前にもう一回知っておいていただきたいのは、これがダヴィンチの、捏造された自画像です。ここに今4人の、人物像を紹介しますけど、これはみんなダヴィンチ自身ですね。比較して、細かいところを精査していただくと分かりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。こうした顔というのはそういうものなんですよね。それぞれ表情を見る角度、年によっても違いますからね。ですから、違いがないという点で同じということに判断 していきます。上と右のダヴィンチのように似てますね。で、下がダヴィンチの実像、真ん中の下がダヴィンチの実像と判断しています。というのは、この絵だけはですね、他の人物と一緒に描かれているという点ですよね。なわち、3D モデリング方式ではできないということです。そして、ダヴィンチの特徴を皆、この後にもう一回その同じことをつなげておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三白眼ですね。それから、足花、それから、割れた顎ですね。そういったことです。これが、左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その前は、いわゆる、ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている。そしてそのダヴィンチは足の皮をベロッと剥いている。そして、頭には王冠をつけているということになるわけです。左に王冠をつけている、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。いわゆる角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大きい部位でしてね、そして同じように描かれている、小さな小耳といいますかね、耳タブのない耳、それからこの耳の下にこのコブがありますね。これもダヴィンチの特徴です。そして、顎が2つのあれている歯並びの悪い歯、大きな口、それから鋭い目、それから細い眉毛ですね。そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なちこれら2人は同じ人物、なち右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。こうして繋がっていくわけですね。でその左の、ダヴィンチの顔がですね、先ほど言いましたカシナの戦いの右下に描かれて、しかも繰り返しになりますけども、王冠と言いますかね、花をかむって、すなわちこの中のいわゆるレプタリアの群像と私は呼んでますけども、レプタリアの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形でミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね。体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独特のですね、コブだらけの人間ですね。これは人体の美を追求した絵ではありませんよ。で、結論ということになります。これがピエロ・ソデリーニですね。で、この、大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれと、2人の画家に依頼したと。そして2人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかし、ダヴィンチとミケランジェロが、ね、背中合わせに絵を描くなんてことはありえないわけですからね。ダヴィンチがそれを許さなかっただろうと思いますね。実際その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、スケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいてこの壁画を描こうとしたわけですね。左か右か分かりませんけども、たまたま私は左の方に、アンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、もし完成していればですよ、こんなことになったわけですけども、2人とも自分では絵を描かない人でしたからね、描いてませんね。全部、コンピューターグラフィックスのような、ね、高度な機器を使って描いていましたから、こうして背中合わせにペン、筆を持って、ね、絵を描くなどということはありえなかったわけですし、またね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまたおいおい説明していきますけども、ともかくもこの中に775027という数字が書き込んであったと。で、それはイエス復活聖書という意味であると。そしてその75、その2を取って、ダヴィンチは自分の死亡日を決めたわけですね。ああ、とうとう、私の正体をあのミケランジェロに見抜かれてしまったか。仕方ないな。マリアともうまくいってないし、長居しすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、ここから去るか。というふうにダヴィンチが考えたということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに、生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか? Bye for now. Here in this video, it's my pleasure that I
Hiroshi Hayashi can explain about a very important message from Michelangelo Buonarroti, a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the 2nd in 1519, and Leonardo himself was Jesus Christ after 1500 years. His death date was concocted with this message by Leonardo da Vinci himself. カッシナの戦いの絵は、もともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの反対側の壁に描かれる予定だったと言われています。が、その壁画は描かれることはありませんでした。現在、私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのスケッチ画ということになります。ミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していました。そのカッシナの戦いの中には、ダヴィンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました。つまり、ダヴィンチは1500年後のイエスであり、また少なくともダヴィンチは一般に言われているように、1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日は、ダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして1519年の5月2日には死んでいませんでした。つまりイエスはまだ生きているということになります。広志林、浜松セティ、ジャパン。もともとはですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾ・ベッキオにありますサロン・ディ・シンクエセントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジェロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人がそのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカッシナの戦いの絵ですけども、ここに中心にいるのが、ダヴィンチ自身です。足の皮をベローっと剥いでいます。靴下を履いているわけではありませんよ。で、ミケランジェロです。ミケランジェロの描いた右下がカッシナの戦いです。で、その前に話を進める前に一つ大変重要なことを皆さんに話しておかなければなりません。これが、まあ、私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになります。ダヴィンチは生涯においてたった一枚しか肖像画を残さなかったと言われてますけども、実はその逆で彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけども、3D モデリング、まあ、方式ですね。現在私たちが言う 3D モデリング方式で、まあ、いろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人もすべてレオナルド・ダ・ヴィンチです。4人とも、まあ、共通してですね、同じ特徴を持っています。そして比較してみると分かりますように、違いがないという点で同一人物だというふうに林浩司は判断しました。この説明もこの続くビデオの中でしますので、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに今言いましたように、まあ、似てる似てないというレベルではなくて、違いがないという点で同一人物と判断しました。まあ、まあ大きなってますか、鍵花、それから頬の下のコブ、耳の下にも大きなコブがありますね。それから頬骨、それから歯並びの悪い歯、それからあの細い眉毛などが、まあレオナルド・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴を皆持っています。で、特に、中央下のこの人物に、注意していただきたいと思います。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですからこれがレオナルド・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で、この絵の中にそのレオナルド・ダ・ヴィンチがいますけども、まあ、カシナの戦いですね。ここにいるのがレオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように足の皮をベローっと剥いでいます。そして頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして反転してもう一度、まあ、比較してみます。右が先ほど言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチの素顔ということになります。そして比べてみますとやはり違いがないという点でこれら両者は同じ人物、すなわち左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これがもともとは、ミケランジェロの描いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変、まあ、
ありえないということが珍しいことですね。頬骨、それから小さな小鼻、それからわし鼻ですね、大きな口、それから顎が2つに割れてますね。まあ、そういったところを、まあ、注意してみてください。すなわち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになっていくわけです。まあ、これがもともとの絵ですけども、もう一度、まあ、ここで比較しています。今日の、まあ、重要なポイントということになりますから、皆さんにもぜひ確認しておいていただきたいと思います。で、冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダ・ヴィンチが左ということになります。そして反転して比べてみますと、やはり同じって、まあ、当然同じですけどもね、まあ、こうした、まあ、コピーが残っているということですね。そして比べてみますと、これら両者同じ。すなわち、右がレオナルド・ダ・ヴィンチですから、左もレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。注意深くご覧ください。そして皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ、ダ・ヴィンチの特徴というのは、まあ、私たち知っている自画像にはその特徴はみんな持ってますけどもね。もともとはドイツの一つのモデルから作られた、まあ、自画像といいますか、絵だということになります。なあち、繰り返しになりますけど、右がレオナルド・ダ・ヴィンチですから、左もレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして、このダ・ヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠をかぶって、その冠には花がついています。まあ、こういう形でですね、ミケランジェロはこの人物がレオナルド・ダ・ヴィンチであり、そしてこれの、まあ、私がレプタリアの群像と呼んでいる、この群像の中の王者、すなわち、まあ、キングであることを示しています。すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチが、王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあ、こうした絵、そしてこのレプタリアの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて、背中にヒレのある人、それから皮を剥いている人が2、3人います。すなわち、まあ、少なくとも人間ではないということですね。そして隠し文字の話をしたいと思います。まあ、これ、一文字とも言うんですけどもね、人間の、まあ、体でですね、文字や数字を表すというわけです。これは LOVE、すなわち LOVE を意味しています。同じように、この中に、隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。まあ、これを発見したとき、私は本当に震えました。757ですね。そしてここに5が隠れています。そして0ということになります。中部からご覧ください。2ですね。一文字です。で、7502という数字に注意してください。上にはイボットといって、ボスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後につなげておきます。7502ですね。まあ、今は7502注意してください。で、7502注意して、この数字を並べてみますと、ダ・ヴィンチの死亡日と一致します。レオナルド・ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に死んだことになっています。すなわち、この日に合わせて、ダ・ヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのが後、ダ・ヴィンチが死んだ後ということになりますと、ミケランジェロがそれをしていて、この中に囲んだというふうにも取れますが、そう判断するのはちょっと待ってくださいね。要するに、レオナルド・ダ・ヴィンチはここにも書きましたように、5月、すなわち5番目の月の、の 2日に亡くなっている。67歳。ですから67歳で5月2日に亡くなっているということになってますね。皆さんの、まあ、ご存知の死亡日と一致します。がしかし、この死亡日も実は捏造されているということになるわけです。で、さらにこの隠し文字を読んでみますと、さらに両側に7という数字があるのがわかります。それに、この775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。アタグさんという方ですけども、775027の数字の意味をですね、調べてくださったところ、77はイエスの代名詞です。50は復活の代名詞です。そして27は聖書の代名詞ということが分かりました。まあ、このように、まあ、キリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。なあち、イエスは聖書に従えば、復活するという意味になります。すなわち、この日に合わせて、ダ・ヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。すなわち、ミケランジェロの後で7502を書き込んだのではなくて、あらかじめ、まあ、ダ・ヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日にというのは、もともとはイエス、聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ、自分の死亡日の中に織り込んだということになります。なあち、ダ・ヴィンチは1500年後の自らイエスであったということをこのような形で告白したということになります。そしてその日に合わせて67歳の5月2日に、まあ、この世を去ったことにしたわけです。なあち、ダ・ヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。
と同時に、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今現在に今も生きているということになります。もう一度この、カシナの、絵を見ていただきたいと思います。これは、1542年に、まあ、コピーされたものということになっています。でこのカシナの戦いについていろいろな説明がなされていますけども、まあ、それはそれとしておく、おかねばならないと思います。まあ、これがカシナの戦いですね。で、AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このようなね、まあ、番組があって、このカシナの戦いについていろいろと説明されていたと、まあ、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています。どうかお読みください。もともとカシナの戦いというのはですね、ダヴィンチが予定していました、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ、向かってね、反対側の壁画として、描かれる予定のものだったようです。すなわち、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、ミケランジェロがカシナの戦いを描く予定だったようですね。まあがしかし、このカシナの戦いの絵はですね、まあ、ミケランジェロを妬んだ人によって、まあ、もともとのスケッチ画はですね、破壊されたというふうに、まあ、言われています。で、まあ、このような説明が、テレビの方で、まあ、NHK の方で、説明されていたというふうにね、まあ、メモをして報告してくださいました。一般的にはこのように説明されているということです。で、そっくり同じことがウィキペディアの英語版の方にも書かれていました。偶然の一致と思われます。まあ、興味ある方はその都度ポーズして読んでみてください。まあ、要するに、林浩司の説とは全く違うということですね。もちろん隠し文字 discovered by 林浩司です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダ・ヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダ・ヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。そして、ミケランジェロはカシナの戦いを通して、そして7502という数字を織り込みました。なあち67歳の5月2日に、亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかしその7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせてここに描き込まれたものではなくて、そもそも775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だということが分かりました。すなわちその日に合わせてダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。すなわち67歳の5月2日という数字はここから生まれた。すなわちその日に合わせてダヴィンチが自分の、まあ、死亡日を捏造した。すなわち言い換えますと、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして復活ということを、まあ、ダヴィンチ自身が意識していたことになりますと、ダヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを自らがこういう形で、まあ、死亡日を通してですね、表現したということになります。自分の死亡日を通してですね、自分はイエスの復活した姿なんだよということをダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいないイコール、イエスは死ぬはずありませんから、現在の今もイエスは生きているということになります。これが私林浩司の結論ということになります。いかがでしたか。 Bye for now。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR4285-san, a mail in which Mr. AKR4285-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Cascina, painted by Michelangelo Buonarroti.
My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program, and here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe, mine or Japanese scholars. AKR42853 からこんなレポートが届いています。ミケランジェロの書いたカシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです。AKR42853 からのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容はウィキペディア百科事典の英語版そのままであることに驚きました。その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。私はあのウサギと亀の話の亀ということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR42853 からのメールを読み、私はそう感じました。AKR42853、どうもありがとうございました。ということで今、AKR42853 からのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあ、遠くを指差し、敵の襲来を告げるものというふうに書いてありますね。そして、まあ、裸体彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後のまあ、ことをですね、詳しく説明しています。まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと内容ですね。そして、sudden Pisan attack と。まあ、それにはね、Pisan の攻撃、突然の攻撃でね、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。Point towards Pisan position と。Pisan の方角を指で示していると。まあ、そういった様子を表したものだ。そしてここにね、naked male figure と、まあ、裸のね、まあ、人間と言いますか、男性の像を、まあ、このような形で、ミケランジェロ・ブラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ、続くビデオをどうかご覧になってください。判断なさるのは、先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。Bye for now. Hello.This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Leonardo da Vinci was Jesus Christ after 1500 years. It's evidence and proof. Da Vinci は1500年後のイエス・キリストであったかもしれないという話です。これが皆さんご存知のイエス・キリストの洗礼の絵です。ダ・ヴィンチが他の画家と一緒に描いた絵だと言われています。で、次。にですね、これがダヴィンチ自身が描いたと、まあ、証明されています老人の絵です。これが私が証明しましたダヴィンチ自身の素顔です。そしてこれが皆さんご存知の、まあ、ダヴィンチのイメージですね。で、これらの絵を比べていますと、いろいろと、まあ、なんて言いますか、分かってきます。で、その前にですね、神々の形像を簡単におさらいしておきたいと思います。これがシュメールの神々の系図です。ここにいるのがエンリルです。まあ、地球の支配者ということになるわけですね。シュメールの時代には。そしてエンキがいます。そして孫にあたるのがウツです。太陽の神です。そしてイナーナですね。ここではクイーン・オブ・ヘブンと。
天国、天と地の女王ということになっています。これが続くバビロニアにおける神々の系図ですけども、この部分を拡大してみます。上の部分をね。そうするとイシュタールが頂点に立ちます。イナンナが頂点に立つんですね。そして、祖父にあたるエンリルがその下に下ります。イエエアですね。これは木のことです。そしてウツはシャマーシと名前を変えます。太陽の神です。で、イシュタールが頂点に立ちます。八方向に伸びる金星の、まあ、星の形がですね、イシュタールのシンボルマークということになります。そして、この両者を比べてみますと、両者って上がシュメールで下がバビロニアです。で、エンディルがここに来ます。で、エンキンがここに来て、そして、ウツがですね、太陽神のウツが、シャマーシュがここに来ます。そして、イナンナはイシュタールと名前を変えます。というか、まあ、呼び名が変わるわけですね。変えたというよりも。それで、この神々の系図、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、ウツが、いわゆるシャマーシュになります。太陽の神です。そして、イナンナがイシュタールになります。まあ、兄弟ということになるわけですけどもね。ただ、人間の世界と違いまして、神々の世界では、まあ、人間のようにセックスして、妊娠して、出産という関係ではありません。そしてこれがギリシャ神話における神々の、まあ、系図です。で、この系図を見てみますとですね、まあ、この系図そのものがですね、私は正しいというふうには思ってませんけども、一応、まあ、この系図に従って話を進めたいと思います。で、この黄色い部分ですね、重要なのは。で、上がタイタン族、ティタン族ですね。下がオリンピアンズです。いわゆるゼウスを頂点とするオリンピアンズですね。で、ヘイリオスはここにいます。これが太陽神ですね。そして、ここにレアがいます。まあ、豊穣の神とも言われていました。で、これを並べてみますと、まあ、こういう関係に並べますね。シャマーシュが、ギリシャ神話ではヘリオスになると。そして、レアが、ごめんなさい、イシュタールが、ギリシャ神話ではレアになると。まあ、レアというのはヘラにもなり、また、アルテミスにもなります。先ほど、兄弟関係というのは人間の兄弟関係というのは当てはまりませんね。まあ、それはどこかで説明しましたのでごめんなさい。で、このティタン族とオリンピアンズは対立関係にあって、そして結果的に、ティタン族が敗北します。と同時にヘリオスは太陽の座を奪われます。そして、ゼウスの息子のアポロが太陽神につきます。そこでですね、ここで重要なことはアポロとそれから、ミトラが同一神であるということですね。で、これはギリシャ彫刻の特徴なんですけども、忠実に、まあ、顔を、表現しています。それは、まあ、3D プリンティングテクノロジーを使っていたという一つの証拠になるわけです。左がアポロで、右がミトラということになります。この両者の顔を比べてみてください。髪の毛は無視してくださいよ。で、アポロとミトラとは、まあ、全く同じなんですね。ということは、ギリシャ彫刻はですね、こういう形でアポロとミトラは同一神であることを示しました。すなわち、まあ、ギリシャ彫刻は立体彫刻による、まあ、歴史書ということになるわけですね。で、ギリシャの神々はこういう形でアポロとミトラは同じですよということを、まあ、私たちに伝えているわけです。となると、ここで、まあ、いろいろと問題出てくるんですね。アポロはヘリオスの後をついてって言いますか、後を、まあ、を、まあ、取ってですね、太陽神につきます。そしてミトラはミトラ教を起こします。そして、前1世紀にはペルシア全域を支配する、まあ、大きな、まあ、勢力を持つわけですね。で、そのアポロとミトラが同一神である。これが一つのポイントになるわけです。で、アポロとミトラは同一神である。まあ、これはギリシャ彫刻によって証明されるわけです。となると、ここで問題が出てくるんですね。前1世紀に、まあ、アポロが、まあ、いわゆるミトラがですね、ミトラ教を起こして、ペルシャ全域を支配する。で、まあ、当初はですね、ミトラ教は、まあ、このバビロニア、シュメール、それから下のメソポタミアですね、全域で勢力を伸ばします。で、負けたティタン族の方のですね、ヘリオスはどうなったかという問題が出てくるわけですね。まあ、ヘリオス、すなわち、イナンナのウツ、
の弟か兄の鬱ですね。それから、これがイシュタールですね。イシュタールとシャマーシュです。シャマーシュ。まあ、鬱がシャマーシュと名前を変えるわけです。そして、イシュタール、それからシャマーシュはヘリオスと、まあ、ギリシャ神話では呼ばれるようになります。で、このミトラ教に対して、イシュタールとシャマーシュはキリスト教を立ち上げます。で、いわゆるそのヘリオスはですね、イエス・キリストと語るわけですね。で、キリスト教の方ではですね、まあ、キリストはですね、30歳以前のキリストの所在っていうのは全く不明なんですね。まあ、それもそのはずなんですね。はい。で、勢力を伸ばして、ミトラ教に対抗するわけです。こうして両者の確執が深まるわけですね。で、ミトラは12月25日、当時の日に母、アナヒータの処女会談の下で生まれ、そして3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。そして、イシュタールはですね、ローマ国境、チャーチオブローマがですね、国境となると同時に、イシュタールはイースターと名前を変えます。現在、まあ、カトリックではですね、イースターを最大の、まあ、お祭りとしているのはそういう理由によるものです。もともとキリスト教といいますかね、イシュタール教というのは、イシュタールが中心となり、まあ、ヘリオスを抱き込んで、立ち上げた宗教ということになります。そして、教義、その他、内容はそっくりそのまま、ミトラ教のそれを、まあ、持ち込んで、自分たちの宗教を立ち上げたということになります。で、もともとイシュタールというのは豊穣の神、女神なんですね。豊かな。多産で、多産ということは結局卵と、それからウサギ、まあ多産ですよね。を象徴としてイースターを祝うようになったわけです。そこでもう一度見ていただきたいのはミトラ教とキリスト教の関係です。まあ見ていただくとわかりますように、全く同じなんですね。ただ、ミトラ教の方がキリスト教よりも古いということですよね。で、生まれたのもマヤであると。誕生日も12月25日である。というのことがあるわけですね。そしてミトラは奇跡をいろいろと、起こしてみせます。それはキリスト教と同じです。そしてただ最後の晩餐はね、ミトラは最後の晩餐をして天上へ帰っていきますけども、まあ、キリストの方は、処刑前夜にやったということになっています。で、こうしてみますと、キリスト教は全くまあ、ミトラ教そのものであるということがわかります。洗礼ももともとミトラ教のものだったわけですね。で、地下や洞窟で、神事を行うのもやはり同じです。ただ、立場はですね、ミトラ教は太陽神を祀っていますけども、エルシャダイ、なキリスト教の方は、誰が神であるかは明確にしていません。で、こうした流れがですね、やがてフリーメイソンと、キリスト教の対立へとつながっていきます。左がミトラ教、右の方がキリスト教の流れということになりますね。で、イシュタールは、マリ、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアとなります。そして、イエス、ヘリオスと組んで、キリスト教を立ち上げます。そして左の流れはフリーメイソンリーとつながっていきます。そして右の方はチャーチローマ、後のカトリック教会へと、カトリック教と、まあ、教会というかカトリック教とつながっていきます。ローマンカトリシズムですね、とつながっていきます。で、このマリ、いわゆるマリアはどうなったかと言いますと、その後、まあ、行方不明ということになるわけですね。マリアもそれからキリストもまあ昇天というか天へ昇っていくわけです。が、それでまあ地上から消えたといいますか、消えたわけじゃないんですね。そして1500年後に、イシュタールのことを知っている、大変よく知っている、人物となって、まあ、この世の中に再現するわけですね。で、彼の名前はレオナルド・ダ・ヴィンチであると。私はそのように、仮説を立ててみましたが、これがまた妙なことに、いろんな事実と符合していくんですね。で、この老人を見ていただきたいんですけども、これは誰かということなんです。で、右が、いわゆるその洗礼を受けるイエス・キリストですね。一見違った顔に見えますけども、細部を見ていきますと、大変よく似ているのがわかります。まあ、部分的な部分にこう比較してみますとですね、まあ、同じであるというふうに判断します。
まあ、ちょっとね、絵の右の方は若いし、左の方は老人ですから、比較しにくい部分もありますけども、丁寧に見ていきますと、同じなんですね。そして骨格ですね。肩の上に三角形のくぼみができていると。そういった部分に皆さん注意してください。そして人間にはない腱がここにありますね。左の老人にもその腱があるんですよ。脇の下の上ですよね、にあると。なあち、右のイエス・キリストは左の老人と同一人物ではないかということになります。まあ、ほぼ同一人物と私判断しますね。そしてこの顔が、私が調べ上げましたダヴィンチの顔とつながっていきます。小さな耳たぶのない耳ですね。これはもう一度後で簡単に精査していますが、他の顔で。この、いわゆるコブのつき方、それから広い口って言いますかね。で、鼻が途中で、まるで足腹になっていると。といったところですね。そして、下顎がぐっと前に出てる。で、目の鋭さ、三白眼。というところを注意してみてください。となると、真ん中の老人はダヴィンチということになりますし、右のイエス・キリストはダヴィンチ自身を模したものだということがわかるわけです。特に首の上の方からね、付け根の方から、いわゆるなんて言いますか、三角形に近い、太い、首になっているところにも注意してください。で、ここで蝶々人間の写真を出しましたけども、これはただ参考のためですけども、頬骨と言いますかね、が異様に太いということです。こういったところも共通しているということを皆さんにお見せしています。で、ダヴィンチのじゃあ真の顔はどんな顔だったかですけど、これは皆さんがご存知のダヴィンチの顔ですけども、これは 3D モデリングで作られた、顔ですね。というのはですね、これ今お見せします4人の顔はですね、細部にわたって全く同じなんです。ということは、この年齢差がかなりあるにもかかわらず、こうした特徴を共通して持っていること自体がありえないことなんですよね。それにありえないことが起きているわけです。ということは、真ん中の上の皆さんが持っていらっしゃるダヴィンチの顔はですね、いわゆる機械的にですか、3D モデリングの方法で作られた顔だということになってくるわけですね。で、こうして、顔の部分的な部分をですね、比較してみますと、酷似しているというレベルを超えて同じだということです。細い眉毛がね、上ピンと上がっているところ、それからほくろがあるところ、皆さん自身でこの丸を追いかけながら、検証してみてください。なあち、ダヴィンチという人はですね、一枚しか肖像画を残さなかったのではなくて、自分以外の顔は描かなかったというふうに考えるのが正しいということになります。なあち、ダヴィンチはですね、すべてと言っていいぐらい、すべて自分をモデルにして、人物像を描いていたということになります。ここに大きな、なんて言いますかね、錯誤の原因があると思います。すなわち、ここに4人にいる、4人だけじゃないんですけどもね、ここにいる4人もですね、同一人物、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチであるということです。そして、この顔なんですね。左が今言いました、ダ・ヴィンチの顔。これはいいですね。4者は同じですから。そして、この老人とも比べてみますと、これがまた耳の形。注意深くご覧ください。みんな同じなんです。ちょっと変わった耳の形してますね。そして、耳たぶが非常に小さいというか、ほとんどない耳ですよね。そして、頬にも特徴があります。くぼみにも特徴があります。という顔、顔なんですけど、これが先ほど、イエス・キリスト、洗礼を受けるイエス・キリストの顔と、同じだということを同じというか、ちょっと比較しにくい部分もありますけども、ほぼ同じだと私が判断したものです。幅の広い口。何かしらこう歯並びが悪い感じがしますね。そして人間には、ないことはないんでしょうけど、見られない太い、腱ですね。そして大きな首の付け根から三角形が出ています。そして髪の毛の生え方。順に見ていきますと、同じだというふうに、
皆さんもお気づきくださると思います。コブの作り方、すなわち右の男性はレオナルド・ダ・ヴィンチ、彼自身だということになりますね。そしてこの顔がですね、イエス・キリスト1500年後の顔というふうに私は考えます。すなわち、すべて一人のダ・ヴィンチだということです。ここがポイントなんですね。で、真ん中の中央の顔は作られたイメージですけども、まあ、これ、私たちが持っているダ・ヴィンチのイメージということになります。それにもう一人、この老人の顔が加わります。そして、このダ・ヴィンチは、マリアがイシュタールであることを知っていました。これが受胎告知の絵ですけども、私がここに、まあ、奇妙な足を発見いたしました。ここの矢印のところに注意してください。この矢印のところを見ますと、妙な、って言いますか、奇妙な、まあ、足の先がですね、出ています。まあ、これも誰も気がつかなかった。イコール、言い換えますと、この事実を知っていたのは、ダ・ヴィンチ自身ということになります。そして、私しかいませんよね。まあ、今はもうこうして発表してしまいましたから、多くの方が知るところとなりましたけども、ここにマドンナの足が出ているということです。そして、この足はダ・ヴィンチ自身が描いた解剖図と言われている足と一致するわけですね。皆さん自身で比較してみてください。すなわち、ダ・ヴィンチはマリアの正体を知っていたわけです。なぜ知っていたかということを、まあ、もうちょっと考えながらこの絵を見てください。こうした隠し絵手法はシノレッリも使っています。これがダ・ヴィンチの描いた、まあ、足の骨格図ですけども、これは日本では熊の足ということになってますけど、これは熊の足でないことはもう証明いたしました。人間の足プラス、まあ、人間にはない、まあ、爪があるということですね。で、二人のマリアの話です。ダ・ヴィンチはですね、聖母マリアとマグダラのマリアが同一人物であったことを知っていました。なぜそんなことを知っていたかということですよね。上が岩窟の聖母です。聖母子。下が、最後の晩餐の、まあ、絵ですね。中央に、イエス・キリストがいます。その向かって左側に、まあ、マグダラのマリアがいます。これはもうマグダラのマリアというふうに、まあ、考えのは主流ですね。上が聖母マリアです。そしてこの両者を比べてみますと全く同じなんですね。左が最後の晩餐に出てくるマリア、右の方が岩窟の聖母子の中のマドンナということになりますよね。まだイエスが子供ですから、左の方は最後の晩餐のマリアです。ですから、まあ、もし左がですね、マドンナであれば50歳を超えてるはずですけどもね、全く同じなんです。そして、衣服もマリンブルー、マリアのブルーの服を着ています。皆さん自身でご確認ください。ということは、ダ・ヴィンチはですね、マグダラのマリアと聖母マリア、すなわちマドンナが同一女性であることをこうして私たちに示しているわけです。が、なぜそうなのか、なぜこんなことを私たちに示しているのかということになりますよね。すなわち、ダ・ヴィンチはマリアの、両方のマリアのね、正体を知っていたということです。で、同じことをミケランジェロも知っていました。まあ、どういう形か知りませんけども、ミケランジェロもそれを知っていたわけですね。これが聖母子です。右の方がピエタ像です。で、両者のマリアの間には少なくともね、40年近い年月が経ているんですけども、この両者のマリアは全く同じです。皆さん自身でご確認ください。本来なら右のマリアはですね、50数歳になっているはずですよね。キリストが33歳で処刑されたということになっていますからね。プラス、妊娠した時の年齢を足せばそういうことになります。が、まあ、右のマリアは全く年を取っていません。で、これに対して、まあ、キリスト教の方ではですね、聖母マリアは年を取らなかったというふうに教えています。すなわち、右の方はマグダラのマリアということになりますし、左の方は聖母マリアということになります。すなわち、ミケランジェロも、この両方のマリアが同一女性であることを知っていました。なぜか、なぜか、なぜか、疑問がどんどんと膨らんでいきますね。
で、ダヴィンチの話に戻りますが、下がミケランジェロ。で、ダヴィンチはですね、聖母マリアとマグダラルマリアが同一女性であることをこうして絵にして見せました。そして、ミケランジェロは彫刻にして、それを私たちに教えています。なぜか、なぜか。裏を返してみますと、なぜダヴィンチがこんなことをしていたかということになります。もう一、結論ですけども、もう一度ここで見てください。なぜダヴィンチはこのような、なんて言いますか、足をですね、取材告知の中に書き込んだのかということです。言い換えますと、ダヴィンチはそのマリアの正体を知っていたということになります。と同時に、ダヴィンチは岩窟の、聖母というものを書いたわけですね。で、マリというのは、まあ、魔女で、そして、洞窟に住んでいるということを当時のイタリアでは常識でした。そして、聖母マリアと、マグダラのマリアは同じであると。同時に、ウツはイナンナの、まあ、兄弟、そしてイナンナがイシュタールとなるわけですね。すなわち、この左の、イエス・キリストと言われている人は、ウツ、イナンナの、まあ、はい。兄弟ということになります。そして、この老人は1500年後のイエス・キリストというふうに考えるわけです。そして、これがダ・ヴィンチの、まあ、素顔ということになるわけですけども、この三者は、まあ、大変というレベルを超えてよく似ています。そして、私たちが知っているダ・ヴィンチの、まあ、これが、まあ、顔ですね。以上を総合しますと、どうやらダ・ヴィンチという方はですね、1500年後のイエス・キリストではなかったかということになるわけです。巨大な謎ですから、順にまた考えていきますけども、まあ、一つの突破口といいますかね、一つの、まあ、テーマになれば、皆さんのね、謎解きのテーマになれば、大変嬉しいです。ということで、Thank you very much for watching and bye! Hello?This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Jesus Christ after 1500 years. Leonardo da Vinci was Jesus Christ. 1500年後のイエス・キリスト。Leonardo da Vinci はイエス・キリストであったという仮説です。まあ、その話をする前に少し外堀を埋めなければなりません。シュメールにおいてはアヌ王が頂点に立ち、エンリルが生まれ、延期がそれに続きます。こうした流れの中から、いわゆる月の神、月の女神から、いわゆるイナンナが生まれます。豊穣の神と呼ばれています。多産で、多産ということはたくさん子供を産むという意味ですね。多産で、そして、まあ、大地に恵みをもたらす神ということになるわけです。が、そのイナンナは、やがて力を持ち、頭角を現し、ペルシャ全域を支配するようになります。これが、イナンナです。バビロニアでは、イシュタールと呼ばれています。マリですね。エジプトではマリ。ヘブライ語ではマリアとなって、やがてキリスト教を立ち上げます。バビロニアの形状を見ますと、イナンナ、イシュタールが頂点に立ちます。向かって右にいるのがサマーシュです。太陽の神です。ヘリオスと考えると分かりやすいですね。イシュタール、イナンナです。が、ヘリオスはやがてその座を奪われます。ヘリオスで注意したいことはですね、まあ歴史の中で初めて降臨を頭に持っているということです。頭の周辺を見てください。その降臨がやがてキリスト教へと引き継がれます。キリスト教、キリストがですね、頭に降臨を持っているのはヘリオスの流れを汲むものだということですね。こういうことからサマーシュが、いわゆるヘリオスがキリストになったというふうに私は考えています。が、アポロがやがて太陽の神にの座につきます。ヘリオスはタイタン族です。そして、アポロンは
アポロはですね、オリンピアンですね。いわゆるゼウスの一派です。で、まあ力がアポロの方があったものですから、ヘリオスは太陽の座をアポロに譲ります。アポロイコールミトラです。ギリシャ彫刻は神々の歴史をそのまま表したものですね。ですからアポロの顔とミトラの顔は同じです。しかし、ヘリオスの顔とは違います。で、前1世紀頃にはミトラ教がペルシャ全域を支配します。これは12月25日にミトラがアナヒータから生まれた時の様子です。3人の賢者が集まり、そしてミトラを祝福します。ミトラはメシアというふうにキリスト教では呼ばれます。アイオプロメテウスはアイオプロビデンスと言い換えられます。マドンナはマリイナンナ、私の夫人というふうにローマ時代に言い換えられます。そしてイシュタールはイースターと名を変えます。現在、カトリックではイースターを最大のお祭りとしているのはそのためです。イシュタールがヘリオスと抱き込んでキリスト教を立ち上げます。で、ご存知のようにイエス・キリストは貼り付けに処せられ、その後復活します。そしてさらに、それから1500年経って、ルネッサンスの時代にもう一度イエス・キリストが現れます。聖外父のイエス・キリストですね。左がヘリオスです。そして聖外父です。聖外父から復元図が作られ、そしてイエスの顔が再現されました。向かって右側の眉毛に注意してください。ヘリオス、イエスは眉毛が少しポンと上がってますね。これが特徴なんです。で、ミケランジェロはそのことを知っていたみたいですね。これがヘリオスの向かって右側に目に注意してください。これはピエタ像です。ピエタ像のイエス・キリストもやはり向かって右側の眉毛がぴょんと上がっているのがわかります。よくご自身でご確認ください。言い換えますと、ミケランジェロはイエス・キリストの正体を知っていました。イエス・ミケランジェロだけではないんですね。聖外父はダヴィンチが作ったものと私は考えています。聖外父のイエス・キリストは向かって右側の眉が上がっています。同じようにペーター像のイエス・キリスト像も向かって右側の眉毛が上がっています。レオナルド・ダ・ヴィンチについて。レオナルド・ダ・ヴィンチはこうした同じような肖像画を、まあ、5枚残してますね。右下のは反転してあります。ですから反転も元に戻しますと上の絵と区別がつかなくなりますね。3D、いわゆる、まあ、モデリングって言いますか。この場合はプリンティングテクノロジーを持っていたと思われます。全部向かって右側の目が、眉毛がぴょんと上がっています。ダ・ヴィンチは明らかにイエス・キリストの正体をしていました。眉毛に注目してください。ダ・ヴィンチとミケランジェロ。上がダ・ヴィンチの作った聖外父をから起こした絵、下はピエタ像から、まあ、がミケランジェロが作ったピエタ像のイエス・キリストです。向かって右側の眉が上がっています。それはまさしくヘリオスの眉毛でもあったわけですね。さらに、これはダ・ヴィンチの描いた最後の晩餐の絵ですけども、またこれが岩窟の聖母ですね。この最後の晩餐に出てくる、いわゆるマグダラのマリアと、そして岩窟の聖母の中に描かれているマリアは全く同じです。この2枚の絵を通して、ダ・ヴィンチはマリアと、聖母マリアと、マグダラのマリアが同一女性であることを私たちに伝えています。これは大変なことなんですよ。キリスト教そのものを根底から揺るがすような事実かと思われます。皆さんご自身で比べてみてください。
両方ともマリンブルー、すなわちマリアの、もっと言えばローマ時代には悪魔と恐れられたマリアのマリンブルーの衣服を着て身にまとっています。マリアは高い山の洞窟に住んでいました。人々に大変恐れられていました。そうしたマリアの正体をダ・ヴィンチは知っていたものと思われます。ですから、岩窟という似つかわしくない場所にマリアを置きました。では、ミケランジェロはどうだったでしょうか。左は聖母子ですね。マリアとまだ幼いイエス・キリストです。右は十字架から降ろされたイエスを抱くマリアです。年齢で計算しますと、右のマリアは50歳を超えてますね。しかし、顔は全く同じです。マリアは年を取らなかったというふうに教えられていますけども、左は聖母マリア、右はマグダラのマリアということになります。つまり、ダ・ヴィンチもミケランジェロもマリアの正体を知っていました。ですから、共に同じ女性で表現しています。聖母マリア、イコールマグダラのマリアということを、こうした作品を通して私たちに伝えています。では、イエス・キリストはどうであったか。上がダ・ヴィンチの素顔です。このダ・ヴィンチの素顔とヘリオスの顔を見比べてみてください。向かって右側の眉毛がポンと上がっているのが分かりますね。なあち、ダ・ヴィンチの眉毛も上にピョンと上がっているということなんです。ここが重要ですね。では、ダ・ヴィンチとミケランジェロ、どちらがイエス・キリストに近かったかといえば、ミケランジェロは歴史的にも調べれば調べるほどといいますか、調べる必要もないほど人間でした。しかし、ダ・ヴィンチは謎に包まれています。ヘリオスの眉毛とダ・ヴィンチの眉毛を比較してみてください。このことからもわかるように、私はダ・ヴィンチイコールヘリオスではないかという強い、疑念といいますか、を持つようになりました。が、ダ・ヴィンチはこんな絵も残しています。この絵と、ダ・ヴィンチが手助けして描いたと言われている洗礼の絵の中に表現されているイエスと比較してみてください。この両者は同じなんですね。一見違った絵に見えますけども、細部を一つずつ丁寧に追いかけますと、左の老人と右のイエス・キリストは同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、ダ・ヴィンチはこれら2枚の絵を通して、というよりもこれはもう写真に近いんでしょうけども、イエス・キリストイコール左の人物イコール、実はダ・ヴィンチ自身であったということを表現しています。ダ・ヴィンチの顔と比較してみます。一番左がダ・ヴィンチの素顔です。何度も精査してきました。小さな、耳たぶのない耳、それからエラと言いますかね、何かしらエラの張った頬、ここにくぼみがあって、口が細く長く、そして鼻も特徴があります。鼻にも特徴があります。こうして見比べてみますと、左の二人は同じであることがわかります。そしてその顔は、ダ・ヴィンチ自身が描いたイエス・キリストの顔とつながっていきます。こうして並べてみますと、ダ・ヴィンチは何を言いたかったか、すなわち、イエス・キリストは私であるということを、こうした絵を通して表現したのではないでしょうか。特にこの頬骨に注意してください。ダ・ヴィンチの頬骨はですね、太く大きく、真横に、あります。これは、一番右は、超等人間の頬骨ですけども、人間よりも長く、それから大きいですね。その超等人間と関係あるかどうかはわかりませんけども、
イエス、それからこの、まあ私はこれを真ん中のはですね、ミラノのセムシ男だと思っています。と、ダヴィンチは同一人物であるということですね。ということをなりまして、1500年経ったルネッサンスの時代にイエスはダヴィンチとなってこの世に現れたと私は考えています。あくまでも仮説です。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Shamash, Helios, Jesus Christ. Jesus Christ was Helios. 古代ギリシャ神話の神々は彫刻という形で神々の歴史を私たちに残そうとしました。言い換えますと、彫刻を見れば古代の神々の歴史がわかるというわけです。まずヘリオス。ヘリオスはアポロンに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神としてこの地上に君臨しました。しかし、アポロが太陽の神の座につくとヘリオスはその座を奪われます。これがヘリオスです。ヘリオスはよくアポロと混同されます。しかし、ヘリオスとアポロは別人です。そのことは彫刻を比較すればわかります。これがアポロです。アポロはゼウスとヘーラの子供として生まれます。アルテミスと双子の兄弟として生まれます。アポロです。アポロとヘリオスを比較してみます。顔が違いますね。ヘリオスは細長い顔をしています。アポロはそれに比してやや丸っぽい顔をしています。こういう形で私たちは神々を区別することができます。次にミトラです。ミトラ教のミトラです。ミトラの像はややポーズを変えて同じようなのが5体残っています。これがアポロです。右がミトラです。比較してみてください。ややって言いますか、丸っぽい顔。額の様子、それから口、輪郭、そして鼻、長い鼻ですね。こういう形でギリシャの、まあ、彫刻はですね、アポロとミトラが同一人物であったということを私たちに教えています。古代ギリシャ、家系図を見ます。The Olympians の家系が中央下にあります。The Olympian の家系の中心にいるのが言うまでもなくゼウスです。その妻がヘーラです。そのゼウスとヘーラの間から双子の兄弟として生まれたのがアポロです。一方、ヘリオスはザ・タイタンズの家系で生まれます。家系が違うわけですね。ですから、アポロが太陽の神の座につくと、ヘリオスはその座をね、去らねばなりませんでした。で、その当時、神々の世界はどうなっていたかと言いますと、これがバビロナの神の世界です。頂点にイシュタール、イナンナがいます。そしてその右にシャマーシュがいます。太陽の神です。これが右上がシャマーシュ、太陽の神の紋章ですね。もうお分かりかと思いますけども、バビロニアにおいてはシャマーシュが太陽の神。それをギリシャ神話の中ではヘリオスと表現したわけであります。ではアポロとヘリオスの関係です。左がアポロ、右がヘリオスです。アポロはゼウスの、まあ、直系の子供として太陽の神の座につきます。で、ヘリオスはその座をアポロに明け渡します。アポロはミトラのことです。太陽光線が7本ありますね。これは大変珍しい絵なんですけども、ヘリオス
の、まあ、なんて言いますか、降臨をですね、アポロが放っているという絵です。顔の周りに輪が見えますね。アポロが輪をつけています。ヘリオスと今度はイシュタールの関係ですけども、イシュタールは頂点、月の神です。そして、シャーマシュは太陽の神です。古代バビロニアにおいては月の神の方が地位が上でした。そしてイシュタールは、シャマーシュを、まあ、抱き込んで、そして宗教を起こします。この図をよく見てください。頂点にイシュタールがいます。月の女神です。そしてシャマーシュ、太陽の神がいます。で、シャマーシュの頭の周りに降臨があるのに注意してください。歴史上、降臨が現れるのはこの像が初めてです。シャマーシュは、まあ、イシュタールとシャマーシュは組んで、そして宗教を起こし、シャマーシュはイエス・キリストと語るようになります。そのシャマーシュの降臨がイエス・キリストの降臨となって今に続いています。これが物的証拠ということになります。なあち、イシュタール・イナンナ、女神中の女神、そしてシャマーシュがイシュタール・イナンナと組んで宗教を起こしたということになります。それがキリスト教の原点ということになります。これがシャマーシュです。右がイエス・キリストです。実はそのことをですね、ミケランジェロもダ・ヴィンチも知っていました。これはヘリオス、すなわちシャマーシュの彫刻ですね。ギリシャ神話では、このような形で、ギリシャの神々はですね、このような形で私たちに歴史を伝えようとしました。向かって右の目ですね、上に吊り上がっているところに注意してください。これはミケランジェロが彫ったペータ像です。もちろん 3D プリンティングテクノロジーを使っています。このキリストの顔を見てください。向かって右、このキリストの左目が、の眉毛が上に吊り上がっているのが分かりますね。こういう形で、キリストイコールヘリオスであることを神々は私たちに伝えようとしました。同じように、ダ・ヴィンチもいわゆる聖外譜を作ります。この聖外譜に写されたイエス・キリストの顔の再現図です。同じように向かって右側、すなわちイエス・キリストの左目が上に上がっているのが分かりますね。すなわちミケランジェロもダ・ヴィンチもイエス・キリストの正体を知っておりました。すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。では結論をお話しいたします。イシュタール・イナンナ、すなわちマリは、ヘブライ語でマリアになります。そして、シャマーシュと組んで、キリスト教を起こします。が、しかし、当初からキリスト教であったかどうかということについては、私は疑問を持っています。当初はイシュタール教であったと思われます。その証拠に、ローマ時代にイシュタールはイースターという風に名前を変えて、現在に今でも、キリスト教においては最大のお祭りになっています。チャーチンローマはローマンカトリックと名を変え、そしてイシュタール教はキリスト教と名を変えます。左にいるのがイシュタール・イナンナ、そして右にいるのがイエス・キリスト、すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。まあ、端的に言えば、イエス・キリストはヘリオスだったということになります。今日お話したかったことはこのことです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. The Agony of Leonardo da Vinci. ダ・ヴィンチの苦悩。
私はこの2枚の絵を比較するまで、ダ・ヴィンチというのは教会側に立った、つまり抑圧側の画家として、あるいは芸術家として捉えていました。しかし、ダ・ヴィンチはこの2枚の絵を通して、マグダラのマリアと、そして岩窟の聖母子の中のマドンナがですね、同一人物であることを私たちに伝えました。これを私は知ったとき、もちろんこれは私が発見したことですけども、私はその奥に、ダ・ヴィンチの底知れぬといいますか、もう想像を絶する苦悩を感じることができました。これはレオナルド・ダ・ヴィンチです。そしてそのダ・ヴィンチに果敢なく挑戦していったのがミケランジェロなんですね。ミケランジェロはそうした苦悩、ダ・ヴィンチの苦悩を知らず、まあ、挑戦していったわけですけども、ダ・ヴィンチ自身も実はアンチクライストだったんです。ね。まあ、そのことをこれからおいおい証明していきますけども、アンチクライストでながら、そしてカトリック側で絵を描き続けたダ・ヴィンチの苦悩は、まさに想像を絶するものだったと思います。今日はその苦悩を皆さんにも分かっていただきたいと思い、ビデオを3本紹介します。どうかご覧ください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of Michelangelo Buonarroti at Cappella Sistina. What did he want to talk to us? The secret of Renaissance. Here's a story about him, and excuse me to speak in Japanese. このビデオはあなたの気分を害する恐れがあります。覚悟のある人だけご覧ください。This is Cappella Sistina, where we can see the greatest masterpiece by Michelangelo Buonarroti. On the ceiling, we can have such and such a sort of a queer painting, and it have like this man half snake or serpent man. And here we can see a sort of a crux, and here we can see a knife. And I thought it was a sort of a crack of paint, but they were sort of artificially drawn by Michelangelo by himself. これらの、割れ目はですね、明らかに言ってますか、初め私絵の具の、なんて言いますかね、ひびだと思ったんですけど、そうではなくて明らかに人工的に描かれてますね。そしてこのエンジェルはですね、天使はですね、空からこの人をナイフで突き刺していますね。こうした絵がですね、もう全部にこう隠されてるんですね。この絵はまあ後でもう一回紹介しますけども、最も不気味な絵です。この背中を見てください。ケロイド状にいってますか、鱗のようなものが出てますね。まあ美しいと言いますか、油断して見てるとこういう絵が隠されてるわけです。こういう部分が隠されていますね。 And also do you think this is a woman?私からこれ顔だけ見ればこれは完璧に女性なんですね。ところが体を見ると男なのか女なのかわからないんですよね。乳首がちょっと出てますから女性かなと思うんですけども、体つきは完璧に男性のものです。こういうふうにこのシスティーナの絵というのは男女の区別がもうめちゃくちゃなんですね。そして背中にはこう爬虫類独特のそのヒレがついてるわけです。これはよく知られた洞窟の聖母というダ・ヴィンチの、これはこちらはですね、ルーブル版ですね。で、この中にこれが今見せましたマカランジョロの背中の中についている女性ですけども、この女性をですね比較してみますと大変よく似てるんですね。ということはマカランジョロは明らかにダ・ヴィンチの絵を意識して描いてるわけですけども、どうしてこんな絵をこの描き込んだかということなんですね。これはもう、まあ、本当に冷え切った夫婦のような感じの暗いシーンでありますけども、この女性を見てください。明らかに女性ですよ。ところが顔だけは男顔なんですね。
体はふくよかで胸もあります。でこの絵とですね、ダ・ヴィンチのこの、まあ、バプタイズを受けているキリストの絵と比べてみます。まずこの右の方の絵なんですけども、これ今左がミケランジョレですね。そして、今の この男性の顔ですねと比べてみてください。よく似てるのは分かりますね。さらによく似てるのはこの男性なんです。体を見てください。もうこれはもうプロレスラーのような体つきですね。そして太ってますが、顔だけはガリガリに痩せている男顔なんですよね。こうしたその不気味といいますか、不自然さというか、それがこのシスティーナのミケランジョの絵にはあふれているわけです。そしてこの子供の絵ですね。子供はまあ何て言いますか、そこにいるイエス・キリストの顔を真似ているわけですけど、ダ・ヴィンチの中のイエス・キリストも暗いですね。まあどうしてこんなところに子供を描いたんですけども、その背景を見ていただきたいんですけども、やはりこの不気味なひび割れが描き込んであるわけです。これはじめ絵の具のひびかと思ったけど、そうではないですね。そしてこの上の羊かと思ったんですけども、これ羊ではないんですね。よく見てください。これも後で説明いたしますが、これはとても羊の顔とは言えませんね。羊はもっと可愛い顔しています。ということで、まあこのマイケランジェロはなぜダ・ヴィンチの絵をもじりながら、そしてその何て言いますか、こうした絵を描いたかということなんですね。これらの2人の画家の巨匠たちの背景には何があったのか、その謎に迫ってみたいと思います。ただし、気の弱い方はどうか見ないでいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a video, a kind of supplemental video for the video number 673. In Japanese,このビデオは続くビデオ673号の補足訂正版です。この後ビデオの中でこの絵を紹介しますけども、この両側に書いてある、まあ、この円形の絵なんですね。これに今気になりましたので、これについて補足しておきます。でこれをですね、並べ直してみますとこうなるんですね。まず男がですね、台の上に立って演説してます。そこへ兵隊がやってきて、まあ、兵隊ですね。そして棒を持った兵隊がやってきて、そのところに対して、何かしようとしてるんですけど、手の左手で棍棒を振り上げてますから、これから攻撃しようっていうところですね。それで続く絵の中では同じ男をですね、台の上にいた男を、兵隊らしき男たちが棍棒を持って今叩きのめそうというか、まあしてるところですよね。でこの2つの絵を合わせてみますと、まさに言論弾圧の絵になるわけです。もう一度見てますと、このですこういう絵なんですけど、この男は誰かということなんですね。そしてこれは明らかに兵隊なんですけどね、腰から紐がバラバラっとつり下がってますから分かりますね。男を、まあ、棍棒で殴ろうとしている誰なのかということなんですね。何のためにどうしてこんなことをしたかですね。またどうしてこんな絵をミケランジェロが描いたかということなんですよね。でもう一度この精査してみますと、この男、髪の毛が半分上、ちょっとおかしな帽子かぶってますが、1,2,3,4,5,6,7 本の線が出てるので気をつけてくださいね。で下のところはうつむいてますけど、やっぱり7本の線が光っているのが分かりますね。77なんですね。数えてみてください。1,2,3,4,5,6,7 本ですね。上も7本です。下も7本です。7という数字はですね、実はミトラ教のシンボルなんですね。非常に重要なラッキーナンバーと言いますか、ナンバーなんですね。そしてこの7というのが、まあ、1、2、3、ちょっと左のも7本ですが、こちらもちょっと大きくしてますけど、7本ですね。7本です。ということはですね、これはミトラ教なんですね。長くこれ、後になって、まあ、フリーメイソンたちがこの像を作ってアメリカ合衆国に送るわけです。というようなことを頭に入れときながら続くビデオをご覧ください。また次のビデオの中でこの絵についてですね、白いものについて私は足が骨になっているというふうに言いましたけれども、骨である可能性は非常に高いですが、この女性のものではないことは確かですね。ごめんなさい。これは私の間違いです。これはここで訂正しておきますので、そのことを頭に入れながら続くビデオをどうかご覧ください。そういうことです。Thank you very much for watching.Please enjoy the following video. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Today's story is about the mystery of Capella Sistina with sorrows and sufferings. In Japanese, そこは悲しみと苦しみに満ちた世界だった。まあ、Sistina 礼拝堂の壁画についての謎です。これがカペラ・システィーナですね。
この壁画の中に、まあ、ミケランジェロもたくさん絵を描いてるわけですけども、その絵が謎なんですね。まさにそこは悲しみと苦しみの世界だった。なぜか、システリーナ礼拝堂についてはですね、ウィキペディアはですね、最盛期ルネサンスを代表する芸術作品の一つであると、まあ、この天井が素晴らしいものだということを歌ってるわけですね。そして全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであると、まあ、全体としてカトリック教会の世界だというわけですね。そしてマイケランジェロ、ミケランジェロもね、この中で大きな仕事をしてるわけです。まあ、このシスティーナ壁画の、礼拝堂の壁画を描いた、まあ、重要な人物であったということですね、画家であったということなんです。しかし、まあ、はっきり言えば私たちは騙されてるんじゃないかというふうに私は感じます。というのはですね、システィーナ礼拝堂はですね、まさに悲しみと苦しみの世界だからです。まあ、そういうふうに判断 するかどうかは、まあ、皆さんにお任せしますが、まあ、ともかくも事実を見ていただきたいと思うんですけども、絵を選択しないで、拾えるものを全部拾ってみました。これが上に右上の紙ですね。アダムに手を差し伸べる神です。衣服は同じです。ところが子供がですね、みんなこのなんて言いますか、妙にこう不気味な目をし、大人っぽい顔をしてるんですね。いわゆる子供らしさが全くないということです。そしてこの神は背中にですね、死体を背負ってるんですね。そして周りにいる人間たちは男とも女とも区別つかないんです。顔だけ見てると女性なんですね。ところがついてるものはちゃんとついてるわけです。でこれは男なのか女なのかということなんですね。まあ、そういう非常に分かりにくいです。これはまあ今丸つけたのは明らかに女性らしいですね。右の方も女性らしいです。ところが右の方はこれ顔は男性なんですね。ところがどうなんでしょうかね。左の方は筋肉ムキムキですね。でこの人はですね、一見女性に見えるんです。まあ、誰が見ても女性でしょ。でこの子供もどうもおかしい。ところがこの人は男性なんですね。胸がないんです。というような感じなんですね。子供も大人っぽいし、女は男みたいだし、男も女みたいで、区別がつかないというのが、このシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの描いた絵の特徴なんです。この人を見てください。そしてこの人を見てください。で、この暗い雰囲気ね、みんながこう、それで疑い合ってるって感じ。この女性の目、不気味ですね。が、この女性はもっと不気味です。向かって左側の目を見てください。縦線一本でしょ。まあ、ゾッとしますね。こういう目を見るとどういうわけだかゾッとしますね。はい。でここのこの絵もまた不気味なんです。ここを見てください、ここを見てください、そしてここを見てくださいということで、まあ、丸印をつけました。まあ、天井の、ね、下の方からだと何が書いてるかわからないと思うんですね。詳しくはこれ生首なんです。そしてこのベッドの上には首のない死体が横たわっています。そして左側にいるこの、なんて言いますか、人体、人間はですね、手は出てますが、指が離れてくっついてる感じで、なんでしょうね、耳がこっち向いてて、光で隠されても、影で隠されてますが、足が途中で切れて、何かの殻に入ってるみたいです。一体何ですか、これは。そして、ここの絵ですね、この女性も怯えています。怖がってますね。この特徴はですね、誰一人笑ってないということなんです。誰一人ね、微笑んでいないということなんですね。このシスティーナ礼拝堂の壁画は。そしてこの目を見てください。まあ不気味ですね。多世線が入ってるだけの。まあ瞳こういうふうに見れば見れなくもないんですけども。さあこれですね。中央にいるのは誰かの死体だと思います。まあ詳しい説明は私には分かりません。しかし手を見てください。どうもおかしいんですね。これ絵の具が落ちたという感じにも取れますが。そしてこの女性なんです。この死体を上からもう何て言いますか、冷酷無比って言いますか、詐欺すんだような目で見てますね。まあ絵もこの絵も 手の付け方もおかしいですね。そして、神とて例外ではないんですね。これはアダムに手を差し伸べる神と同じですね。服が同じですから、そしてこの指なんです。最近細くなって長くて細いでしょ。ものすごく長いんです指が。そしてこれは雲に隠れているように見えますけども、こんな長い指はありませんね。そしてこの手がですね、どんなにひねってもこのポーズは取れないんですよ。皆さん試しにやってみてください。手をガーッと180度ひねってるんですね。これ親指が手前の方に来てますから、上手前に来てますね。そしてこの顔ですね、まあ、この絵も、まあ、とにかく子供の顔なんですけども、やはりこうなんて言いますか、怯えてますね。どうしてみんなこんなに怯えて悲しみ苦しみに満ち溢れているんでしょうか。そしてこの目もやはりどこか
まあ、はっきり言えば不気味ですね。これはあの、なんとかというあの別の礼拝堂の絵ですけどもね、同じくミケランジェロが描いた絵ですけども、まあ、こういう不気味な絵を描けるという人はあのそうはいませんね。私は正直言いまして、こういう不気味な絵は描けません。描いているうちに気分が悪くなってしまいますからね。あの精神的におかしくなっちゃうというか、あまり描きたくないです。で、この絵もまた不気味なんです。ここのを見てください。羊が殺されています。ここに馬が死んでいます。この男を女で、一見すると女性ですけど男なんですよ。みんな男なんですよ。ついているものがついている。そしてこの絵が2つがですね、非常に暴力というか言論の自由を弾圧している絵なんですね。ここにはこのもっと不気味なものがあります。後で紹介します。まあ、この羊がね、殺されて首を裂かれてますね。羊はもちろんカトリック教会のシンボルです。どうしてこの絵を描いたか。馬が死んでますね。で、牛がそれをじろっと何やってんだって顔して見てますね。これは女性なんでしょうか。顔だけ見てください。がついているものはついているんですね。これも一見顔だけ見ていると女性なんですけども、もうこういうふうにちぐはぐなんですね。このってことはこれ人間描いたんじゃないと思うんです。今台の上に乗って演説している人を誰かがやってきて、引き下ろそうとしてます。人質引き下ろした後、今度は棒で撲殺しようとしているんですね。同じ人です。これはね、立ってた人と。そしてこの台の上では何か不気味なものを、まあ、焼いてるのか切ってるのか分かりません。そしてこの男、男性です。背中には、まあ、なんか爬虫類か恐竜の背中のようなものがついています。不気味ですね。まあ先ほど言いましたように、あの天井高いですから、下からは見えないと思いますよ、この線までは。これは何ですか、まあ、実に不気味ですね。まあ、こうした絵がね、ぞろぞろとあるというか、これはあの決してあの不気味な絵だけを選んだわけじゃないんですよ。全部ですから。そんなにもこの絵の中には悲しみや苦しみが満ち溢れています。どうしてでしょうか。この人は怯えてますね。泣いています。この人も怯えてますね。怖がってます。この人は泣き叫んでいますね。暗い穴の底から泣き叫んでいます。この人も怯えてね、逃げようとしてるんでしょうか。そういうふうに私に見えます。どうしてこんなんでしょうか。笑い声や微笑みが全くない世界。それがシスティーナ礼拝堂の絵なんですね。はっきり言います。悲しみと苦しみの絵と、またあの絵画なんですね。で、どうしてこれがカトリックの教えをその代表しているか。まさにこの目なんか寝てるのかもしれませんけれども、白目がだけは目立って不気味ですね。映画エクソシストに出てくる、まあ、なんですか、化け物のような絵で顔ですね。そしてこの絵もそうなんです。これは一体ここにいるのはみんな男なのか女なのかさっぱりわからないです。右下にいるのはこれ菩薩のようだと森本さんおっしゃいましたけども、これ女性なんでしょうか。でもついているものはついているんですね。これも男なんでしょうか、女なんでしょうか。まあ森本さんがおっしゃるには筋肉ムキムキでね、よくわかんないと、そういうふうにおっしゃってました。で、先ほどの絵もう一回見てますと、こういう感じなんですね。これ女性なのか男なのかさっぱりわからないんですね。これ胸がちょっと出て乳首が出てますから女性かなと思うんですけど、筋肉ムキムキで、しかし同じような女性がもう別の方向、まあ、片方に描いたんですけども、ついているものはついているんですね。さあこれもそうなんですね。かなり年配の女性だと思うんです。胸が大きいですから。で、そこの向こうに子供が2人います。しかし顔を見てください。恐ろしい形相の、まあ、まさに男性側ですね。まあ、こういう女性いなくはないんですけども。で、この子供はですね、片目を閉じてるって感じですけど、まあ、これはちょっとはっきり分かりませんが、両目は分かりません。この女性も何かに怯えています。どうしてみんなこんなに怯えてるんでしょうか。この女性ですね、その向こうに黒い影に隠れてよく見えませんが、大きくしてみると分かります。おそらくミケランジェロもここまでは見れるようになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。縦線一本だけの気味の悪い、まあ、これも本当に不気味ないですよ、皆さん。まあ、これから先あまり見られない方がいいんじゃないかと思うぐらい不気味ですね。まあ、順に見ていきましょう。この人はですね、明らかに足が折られてますね。そして骨が2本で、尺骨でしょうか。そしてその中から骨髄液が、血が漏れ出てますね。足が折られて、むき出しになっておられて、その向こうには一人の男が見下ろしてますね。しかし首がありません。が、しかしこれは隠し絵なんですよ。これは普通に見るとこういうふうに見えるんですね。ところがもう一枚顔が隠れてるの。もう一つ。ここに目があって、鼻があって、口があるんです。まさに悪魔の顔なんですね、これは。悪魔というか、まあ、人間じゃないですね、これは。で、この羊を見てください。カトリックのシンボル。
下から見えないということをいいことにして、このまあ何て言いますか、この不気味な顔、これはもう羊というよりもレプタリアンの顔ですね。この絵がまた皆さん本当に気持ち悪いです。ゾッとしますよ。まあ本当にゾッとします。確認してみてください。いいですか。この背中です。ケロイド状に何か吹き出てますね。一見花のように見えますけども、ケロイドがね、皮膚から吹き出てます。これ見た時に私ゾーッとしましたですね。耐えられません。さあ、この絵も例外じゃないです。世界で最も有名な絵と言ってもいいでしょう。この神、右の神の方ですね、エルシャダイでしょうか。万能の神っていうふうにしかキリスト教では言いませんけども、この万能の神を囲っているアダムに手を差し伸べている人の周りはね、みんな子供たちが怯え、左の人は死んでますね。そうした人がこうこの神を取り囲んで、子供たちはみんな怯え、悲しげで、ね、きつい顔してますね。穏やかさが全くないです。何も悲しそうです。で、上の子供には首がないんですね。この頭だけなんです。よく見てください。頭だけがぽっこりとあるんですね。そしてこの冷え切った夫婦関係を示すような絵ですね。男と女が、まあ、この絵見て、まあいいです。それは、はい、この男、これは男じゃないし女性ですね。顔だけ見ると男かなと思うんですけどもね、胸があるんですね、ちゃんと。はい、まあこういう女性もいなくはないんで、私はなんて言うか、かぶってるのはなんかね、シスターのかぶる布のような感じです。子供、後ろに子供も怯えてますね。怖いよーって言って、さあここにもいますね。この子供の顔を見てください。この顔を見てください。この子供には角が生えてるんですよ。角をうまく髪の毛でごまかしてますね。額の上からボッと出てますね。はい、まさに悪魔のイメージをそのままの角ですね。そして左の子供の目、開いてるのか閉いてるのか分かりませんけども、向かって左側の目は縦線一本です。右の目は白目です。しかしその代わりに下に黒い髪の毛のようなものがありますね。子供は横目で見る。一体ミケランジェロはこうした絵を通して何を訴えたかったんでしょうか。場所はカトリック教会の礼拝堂ですよ。そして現在に言われているように、まあ大壁画なんですね。まあご覧のように下からは上に細かいところまでは見えないんですね。しかしこの世界には静寂と笑い声のない、そして微笑みのない静寂、恐怖と悲しみだけが満ちあふれているわけです。さあ、そのヒントは森本さんが教えてくださいました。この一枚の絵で私は謎を解くことができました。この絵を見てください。遠くに山が見えますでしょ。これはまさにフィリギア帽子ですね。当時の人がフィリギア帽子を知らなかったはずはないんです。フィリギアというのは中部トルコの古名です。古い名前です。すなわちミトラ教はここで生まれて、ミトラ神たち、日本の弥勒菩薩もみんなこの帽子をかぶってるんですよ。そういう帽子なんですね。これはキャリーだったかな、キャリー礼拝堂の絵ですけども、ここに横にデーンと立ってるのがこのフィリギア帽をかぶった男性なんですね。非常に渋い顔をして、それを静かに冷静に見ています。さあ、ここにも松明が出てきまして、これも森本さんが紹介しました。風の方向が逆なんですね。子供の頭と火の方向を見てください。松明は言うまでもなくゾロアスター教のシンボルです。そして風が左右に吹いてますね。実に奇妙な絵です。さあ、もう一度この帽子を見てください。ミトラですね、の帽子とそっくりでしょ。ということはこの帽子はミケランジェロは知らないはずがないんですね。当時の状況からして、ミトラ教の帽子なんです。キリスト教の、まあ、キリスト教に言わせれば天敵ですね。これはミトラ教のミトラですね。ギリシャ小国です。これは4体、5体見つけましたね、同じの。ほんのわずかだけ時間差を置いて作ってるんですね。そしてこの羊、非常に奇妙ですね。なぜこんな絵を描いたかということなんですけども、ここに牛がいます。牛はミトラ教のシンボルで、やっぱり同じように横の方からじろっと見て、なんていうか、冷静に判断している。そして下にいるのは、右にいるのは羊ですね。殺されています。首を裂かれています。ミケランジェロはひょっとしたらアンチクライストじゃなかったんでしょうか。すなわち、エイリアンに助けられていましたという可能性が非常に高いですね。例えばここに見せる彫刻はですね、前にも証明しましたが、3D フォトグラフテクノロジーによって作られたものです。布のね、精査すれば分かりますよ。ダビデも、これも
ギリシャ彫刻の あちこちの部分を集めて作られたというふうに私は判断しました。そしてこれがゼウス像ですね。そして右に出てくるのがこれがダビデ像、ごめんなさい、モーゼです。同じですね。モーゼ、この右のはね、あのミケランジェロが彫ったモーゼです。全く同じなんですね。まさに 3D フォトグラフで作られたということですね。そしてそれから、まあ、これルシファーの話をした時に使ったよう使ったんですけども、キリスト教はミトラ教をコピーして作られ生まれたんですね。そしてあのまたコピーですよ。それはミトラ教を皆さん調べてくださればわかりますし、私のホームページでも上がったビデオでも紹介いたしました。そしてこう流れを見ていきますと、まあ、フリメイソンとの間には長い時間がありますけども、もともとはギリシャ神話というのはミトラ教の世界を描いたものなんですね。名前は全部書いてますけど、そしてミトラ教の向こうにはゾロアスター教があるわけです。この流れの中から実はミケランジェロが左側のラインを通って生まれてくるわけですね。当然キリスト教とは、まあ、なんて言いますか、相入れない関係でます。キリスト教の方がローマ国教になってからは徹底的にミトラ教、ゾロアスター教を弾圧し消してしまいますからね。ということが、で、まあ、ミケランジェロの謎について迫っていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!